俺の名前は上野義弘。今年で55歳になる。昔から体力には自信があった俺だったが、最近は老いを感じる機会が増えていた。そんなある日のこと、夜の繁華街を一人で歩いていると、若い男二人組とぶつかってしまう。彼らはわざとこちらにぶつかってきたような気がした。二人は立ち止まって、俺に眼を飛ばしてくる。おい、どこ見て歩いてるんだよ。おっさん、ちゃんと前見てんのか。ぶつかってきたのは君たちの方だろうと言ってやりたかったが、この日は早く帰りたかったので、ひとまず笑顔で謝ることに。すまないね。私もよく前を見ていなかったのかもしれない。気をつけるようにするよ。そう言って、会釈をして立ち去ろうとすると、長髪の男が俺の腕を掴んできた。おいおい、謝るだけで許されると思ってんのか？こっちはおっさんがぶつかってきたせいで、母さんがおかしくなっちまったんだが。二人の口元は少しにやついていた。彼らはおそらく20代半ばというところだろう。きっと、俺から金を巻き上げるのが目的なのだろうと悟った。悪いが、俺は急いでるから、この辺りで失礼してもいいかな。明日は朝が早いものでね。そう言って、この場を立ち去ろうとすると、二人は苛立ちを見せ始める。すると金髪の男が、俺を思い切り突き飛ばしてきた。ふざけんじゃねえよ。こっちはまだ話が終わってねえんだけど、俺はあんたのせいで肩を怪我したって言ったろ。もしかしておっさん、耳悪いの？そんな派手にぶつかったようには思えなかったがな。しかもぶつかってきたのは君たちの方じゃないのか。俺がこう指摘すると、二人はさらに怒りを大きくさせる。今度は長髪の男が俺の胸ぐらを掴んできた。この手のタイプの人間は怒りの沸点が低いから困ったものだ。あんた、俺らが悪いって言いたいのか？あんまり生意気な口叩くとボコボコにしちゃうよ。俺らが本気で戦ったらおっさんなんて秒で倒されちゃうだろう。ここはおとなしく俺らの言うことを聞いておいた方がいいぞ。君たちの目的は何だ？金か。すると二人はにやりと嫌な笑みを浮かべる。そうだな。金を払ってくれるんだったら、このまま見逃してやってもいいぞ。おっさん、いくらだったら払えんだよ。君たちに金を払う義務はないと思うが。はっきりとこう答えると、二人は強引に、俺を人通りの少ない場所に連れて行く。すると、長髪の男は、思い切り俺を突き飛ばしてきた。君たちは乱暴なことをするんだね。普段からこんなことばっかしてるのか。いちいちうるせえな。とにかく100万用意しろよ。どうして100万なんだ。さすがにその金額はおかしいだろ。あんたのせいでこれから病院に行かなきゃいけないんだよ。治療費ってことで100万出せよ。見たところどこも怪我をしているようには見えないけどな。挑発の男は、わざとらしく肩を触っていたが、普通に動かせている。本当に怪我をしていたら、俺を突き飛ばすことだってできないだろう。しかし彼らは全く話が通じなかった。ごちゃごちゃ言ってねえで、100万出せよ。ちゃんと金を払ってくれれば、俺らだって許してやるからよ。おっさんだって、ここでボコボコにされんのは嫌だろう。君たちが俺をボコボコにするのか。それはさすがに無理があるんじゃないか。俺が笑顔でそう言い返すと、今度は金髪の男が俺の胸ぐらを掴んできた。俺のようなおっさんに馬鹿にされたのが気に食わなかったようだ。俺らのこと舐めてんだろ。それ以上舐めた口聞くんだったら、マジで息の根を止めてやるぞ。
するとここで長髪の男が口を挟む。ちなみにおっさん、今はいくら持ってんだ？大した金は持ってないが。だったら財布を見せてみろよ。こういう冴えないおっさんに限って意外と金を持ってたりするんだよな。そう言って長髪の男は俺のポケットから財布を強奪する。中身を見た二人はニヤニヤと笑みを浮かべる。すげえな、こんなに万札が入ってるぞ。いくら入ってるか数えてみろよ。長髪の男は入っていた札束を取って数え始めた。30万あったぞ。おっさん、普段からこんなに持ち歩いてるのか？まあな、何かあった時のために持っていた方がいいかと思って。なるほどな。俺らみたいな男に脅された時のためにわざわざ準備をしてくれてたってことか。意外と準備はいいじゃん。でも70万足りないけどな。男たちは金だけ奪って俺の財布を投げつける。すると二人はこんな要求をしてきた。あと70万この廃工場に持ってこい。金髪の男はスマホでとある工場の地図を見せてきた。そこはここから15分ほどの距離にある廃工場だ。毎日通りがかっている場所だった。さらに二人はニヤニヤしながらこんなことを言ってくる。実は俺ら上野組のヤクザなんだ。おっさんもヤクザに逆らったら恐ろしい目に遭うことくらいは分かってるだろう。はあ、君たちヤクザだったのか。なんだその顔は。もしかして信じてないの？まさか上野組の人間がここにいるとは思わなくてね。君たちはさっきから面白いことばかり言うね。二人はなかなか言うことを聞かない俺に苛立ちを大きくさせていく。すると長髪の男が俺の顔面を思い切り殴ってきた。用意しねえと、ここで息の根を止めるぞ。もちろん金は用意してくれるんだよな。この二人はどうしても金が欲しいようだ。ひとまず俺は怯えたふりをして二人の指示に従うことに。はい、あと70万用意すればいいんですね。ようやく怯えた様子を見せる俺に二人は満足そうに笑みを浮かべる。俺の反応を面白がっているようだ。やっと俺らの怖さが分かってくれたんだな。そりゃヤクザって聞いたら普通の人間はビビるだろう。それで金は用意できそうなのか？金はなんとかなりそうですね。俺が弱々しく答えると二人はにやりと顔を見合わせて笑う。だったら1時間以内に金を持って指定した場所に来てくれ。わかりました。逃げられたら困るし、身分証とスマホは俺らに預けてくれ。すると二人は地面に落ちた財布を拾い上げ、俺のポケットからスマホを強奪する。それから俺はその場を離れて金を取りに戻ることに。我ながらなかなかの演技力だと思った。二人は本当に俺が怯えていると思い込んでいたようだ。事務所に戻った俺は要求された金を手にして仲間たちと廃工場へと向かうことに。仲間たちの存在は隠し、先に俺が姿を見せると二人はニヤニヤしながらこちらに近づいてくる。おっさん、ちゃんと約束通り来てくれたんだな。逃げちまうんじゃないかって心配してたけど、しっかり来てくれて助かったわ。そりゃあ人として約束はきちんと果たさないとダメですからね。そんで約束の金は持ってきてくれたのか？もちろん持ってきましたよ。残り70万でいいんですよね。そう言って俺は手に持ってた茶封筒を彼らに差し出す。金髪の男がそれを受け取ろうとした瞬間、背後からガサガサと物音がする。二人は俺の後ろを見ながら目を丸くする。
誰なんだよ。まさか、おっさんの仲間か？ああ、彼らは俺の部下たちだ。俺の背後には、70名の男たちがいた。みんないかつい見た目をしており、人数も多いので、威圧感がすごい。70人の男たちは、ゆっくりと俺たちの元に近づいてくる。その中で、一番長身の男が、二人の前に立ちはだかった。組長に好き放題やったな。地獄行きの覚悟はできたか。組長?二人は俺の方を見ながら、唖然とする。嘘だよな。嘘じゃねえよ。お前ら組長を恐喝するなんて、いい度胸してるじゃねえか。マジかよ。俺が組長だと知った二人は、みるみるうちに顔色が青ざめていくのが分かった。俺は、上野組というヤクザの組長だ。あまりいかつい見た目をしていない俺は、第一印象ではヤクザの組長だとは思われない。しかし、これでも俺は40歳の頃から組長として働いており、今年で15年目になる。この界隈では、なかなか名前が知れている方だとは思う。俺の正体を語ったこの長身の男は、若頭の青山だ。青山とは付き合いが長く、俺は彼のことを一番に信頼している。上野組を任せるなら、彼しかいないとも思っていた。青山から俺の正体を聞かされた二人は、急に態度を変えて謝罪してくる。先ほどは失礼な態度をとってしまい申し訳ありませんでした。とりあえず、俺の身分証とスマホを返してくれるかな。すると金髪の男は、急いで財布とスマホを渡してきた。さらに俺の財布から奪った30万も差し出してくる。この金も返します。大変失礼いたしました。俺が組長だと分かった瞬間、態度を変えるんだな。でもどうして先に言ってくれなかったんですか。まさか上野組の名前を語るとは思ってなかったからな。ちょっと面白いからからかってやっただけだよ。俺がそう答えると、二人はさらに小さくなる。すると俺の言葉に青山が反応した。こいつら、うちの名前を語ってたんですか。自分たちは上野組のヤクザだから金をくれって言ってきたぞ。従わないなら息の根も止めてやるとも言っていたな。随分と面白いことを言ってくれる奴らだろう。ヤクザの組長をぶっ倒そうとするとは、なかなか見込みのある奴らだ。てめえら、随分と生意気な口叩いてたんだな。地獄行きは確定だな。青山は顔を真っ赤にしてブチ切れている。彼は俺よりもヤクザらしい風貌をしている。全身入れ墨で頭にも入れ墨が入っていた。他の組員たちも二人が俺にとった行動を耳にし一緒になって切れている。青山に至っては今にも殴りかかりそうな勢いだった。そんな青山に二人は必死になって謝罪をする。組長さんに無礼な態度をとってしまったことは反省しております。もう二度と同じような真似はいたしませんので、今回だけは見逃してもらえませんでしょうか。バカ言うんじゃねえ。お前らは上野組を侮辱してきたようなもんだろ。ただ謝るだけで許してもらえると思ったら大間違いだ。ひとまず、ここでお前らの根性を叩き直してやるよ。そう言って、青山は二人に不敵な笑みを向ける。彼らもこれから何が行われるのか想像がついたのだろう。二人はどうにか許してもらおうと何度も頭を下げてくる。お願いします。俺らもまさか相手がヤクザの組長さんだとは思わなかったんです。お願いですから、殴るのだけは勘弁してください。彼らはすでに涙目になっていた。
そんな二人の前に俺はゆっくりと腰を下ろす。二人はガタガタと震えながら俺を見てきた。きっと君たちはこれまでもたくさんの人間を脅してきたんだろう。逆の立場になった気分はどうだ？怖いです。だよな。だったらお前らも同じ苦しみを味わうべきだと思わないか。え？それじゃあお前らで二人をたくさん可愛がってやってくれ。俺が命令すると、組員たちはニヤニヤしながら二人の方へと近づいていく。しばらくの間、二人は組員たちによって殴られた。二人は抵抗することもできず、されるがままの状態だ。殴り終わった頃には、すっかり意気消沈したかのような顔をしていた。そんな二人のもとに、今度は俺が近づいていく。二人は、俺に殴られると思ったのか、悲鳴を上げながら後ずさりする。安心しろ。俺はお前らを殴ったりはしねえよ。俺がそう告げると、二人は少し安堵した顔をする。俺の元に青山がやってくる。親父、まさかこいつらのことをこのまま逃すつもりじゃないですよね。俺も悩んでいたところなんだ。青山はどうするべきだと思う？俺らの時間を無駄にしたんですから、金でも償ってもらわないと、俺は納得できませんね。そうだよな。お前らの貴重な時間を無駄にしちまったんだしな。俺たちの会話を二人は怯えた目で見ている。いくら払えば許していただけるのでしょうか。1000万は払ってもらわねえと、俺は納得できねえな。1000万？あまりの金額に男たちは驚きの声を上げる。だがこの二人がこんな大金を持っているはずもない。さすがにかわいそうだとも思ったので、青山にこう提案する。無茶な金額を要求しても逃げられるだけだろ。もう少し現実的な金額にしてやった方がいいと思うがな。でもこいつらは親父に無礼な態度を取ったんですよ。中途半端な金額じゃ納得できないです。青山の言葉に組員たちも大きくうなずく。どうやら俺よりも組員たちの方が怒っているようだ。お前らの気持ちは嬉しいが、もう少し冷静になってくれ。この若造に1000万なんて大金が出せると思うか。それは確かに無理だとは思いますけど、別に俺はそこまで怒ってるわけでもねえし、今回は100万くらいで勘弁してやろう。俺がそう告げると、二人の表情は少し明るくなる。青山を含めた組員たちは少し納得のいかない顔をしていたが、俺の言うことには逆らってこなかった。親父が優しい人でよかったな。俺としては、お前らに借金でも背負わせて、一生地獄を味わって欲しかったが。まあまあ、そんなに怒るな。青山はかなり切れていた。二人も青山のことが相当怖いのか、あえて目をそらしている。ここで俺は、にやりと笑みを浮かべて、二人にこう要求した。じゃあ、約束の金は、ここで支払ってもらおうか。え？俺の言葉に、二人は呆然としている。まさかこの場で100万を要求されるとは、思ってもいなかったようだ。君たちだって、すぐに100万を用意しろって言ってきたじゃないか。だったら俺も、すぐに支払ってもらおうかと思ってね。もちろんわかってると思うが、二人で100万ではなく、一人100万だからな。待ってください。すぐに金を用意するのは難しいです。金髪の男は小さな声で言った。長髪の男もすぐに金を用意するのは難しいらしい。君たちはいろんな人間から金を騙し取ってたんじゃないのか？
その金はどこにやったんだよ。それは。二人は答えづらそうに下を向いてしまう。この様子だとろくな使い方をしていないのだろう。どうせ、ギャンブルや女につぎ込んだんでしょう。青山の指摘に二人は黙り込んでしまう。とりあえず、手元に金がないってことだな。俺の問いかけに二人は小さくうなずく。もちろん俺もこのまま二人を野放しにするつもりはなかった。金を回収する方法を考えていると、金髪の男がこんなことを言ってくる。絶対に100万は用意するので、後日お支払いの形じゃダメでしょうか。どうやって金を集めるんだ。まさか今までみたいに、仇を脅すんじゃないだろうな。それは、またうちの名前を使って、下手な真似をされたら困るからな。悪いが、後日はダメだ。もちろん、上の組にこれ以上ご迷惑をかけるようなことはしません。絶対に金は集めてくるので、ひとまず解放していただけないでしょうか。するとそこで、青山が口を開く。お前ら、ここから逃げ出したいだけだろ。今は俺らが見てるからそんなこと言ってるけど、どうせ逃げる気なんだよな。お前らみたいな舐め腐った人間は、今まで何人も見てきたからわかるんだ。そんなことしません。約束は絶対に守りますから。だったらこの場で100万を用意しろ。約束は守ってくれるんだろう。でも金は、だったら、お前らの身近な人間に借りたらいいだろうが。お前らみたいなクズ野郎でも、家族やダチはいるんだろう。いるにはいますけど。二人は、あまり連絡をしたくなさそうな様子だった。だったら金を貸してくれる人間を見つけて、ここに呼べ。お前らのことを大事に思ってるような人間がいれば、きっと助けてくれるだろう。わかりました。それから二人は、家族や友人、あらゆる人間に電話をかけ始める。30分ほど電話をしていた二人だったが、最終的に誰も彼らを助けてくれるような人はいなかったようだ。誰も助けてくれなかったのか。二人は泣きそうな顔で小さくうなずく。これまで二人は、周囲にもやりたい放題だったのだろう。家族にもすっかり見放されており、友人もヤクザが絡んでいることを知ると、逃げるようにして電話を切ってしまったようだ。どうしてもこの場で用意しなきゃダメなんでしょうか。誰も金を出してくれるような奴がいないですし、すぐに用意するのは無理です。絶対に約束は守りますので、どうか後日にしていただけないでしょうか。そう言って、二人は涙を流しながら何度も懇願してきた。バカ言うな。誰も助けてくれなかったのは、これまでのお前らの行いが悪かったせいだろう。恨むなら自分たちの過去を恨むんだな。青山の言葉に二人は絶望しきった顔をする。でも、どう頑張っても100万は、じゃあ、今はいくら持ってるんだ。財布を見せてみろよ。俺が命令すると、二人は震える手で財布を差し出してくる。中には身分証も入っていた。確認してみると、二人はまだ22歳だったらしい。住んでいる場所も事務所からかなり近かった。また財布には数千円しか入っていない。彼らは本当に金がなかったようだ。たく全然入ってねえのかよ。いい大人なんだから、せめて1万くらいは財布に入れとけよな。すみません。逃げられたら困るし、君たちの身分証は俺が預かっておく。文句はないよな。俺の問いかけに、二人は小さくうなずいた。二人は全てを諦めきったかのような顔をしている。
そんな二人に、俺はある提案をしてみることに。お前らは、今まで上の組の名前を語ってたんだよな。はい。でもそのことは本当に申し訳ないと思っています。俺らごときの人間が上の組を名乗ってすみませんでした。いや、別に俺は責める気はない。君たちにある提案をしてあげようと思ってね。俺は笑顔のまま二人に話し続ける。彼らは緊張した面持ちで俺の話を聞いていた。上の組の名前を語ってくれたってことは、それだけうちの組に興味を持ってくれたってことなんだよな。だったら君たちを上の組の組員として迎え入れてやろうと思ってな。俺の提案に青山が反応を示す。あ、こいつらをうちに入れるんですか。俺らに簡単にボコボコにされるような奴らが、うちで働けるとは思えませんけど。青山は、二人が入ることには反対のようだ。確かに上の組は何かしらの能力に長けている人間が多い。もちろん全員、喧嘩は桁違いに強かった。二人もまさか上の組に入るよう勧められるとは思っておらず、混乱している。組長さん、本気で言ってるんですか？俺らは今までヤクザとして働いたことなんてないですし、無理だと思うんですけど。そうですよ。こいつらを上の組で働かせるなんて無茶です。こいつらには罰金で200万の借金をさせて、その金を支払ってもらう方がいいと思いますけど。それじゃ普通すぎてつまらないだろ。それに他で金を借りさせたら、そこでも逃げるかもしれないからな。他の組に迷惑をかけるのも申し訳ないだろ。確かに。俺の意見に、青山は少し理解を示してくれたようだ。あと、うちで雇っておけば逃げられる心配もないからな。うちは70人以上の組員がいるし、お前らがしっかり監視してくれるだろう。なるほど。それならうちで雇っておいた方がいいかもしれないですね。でもこいつらにはどんな仕事をさせるんですか？雑用でも何でもやらせればいい。お前らの好きなように使ってくれて構わないよ。俺がそう答えると、青山はにやりと笑みを浮かべる。だったらいいですね。ちょうど雑用係が欲しいと思っていたところなんで。勝手に話を進める俺たちに、二人が口を挟んできた。待ってください。俺ら上の組で働ける自信なんてありませんよ。しかも雑用係なんて。なんだ、文句でもあるのか。せっかく親父が働かせてくれるって言ってるのに、感謝の気持ちもねえのかよ。青山は二人に眼を飛ばしながら言い放つ。それはもちろん感謝しておりますが、お役に立てる自信がないので。どうにかして二人は上の組で働くことだけは避けたいらしい。しかし、俺も二人を逃すわけにはいかなかった。安心しろ。自信がなくても慣れれば大丈夫だろう。うちには青山をはじめとした優秀な指導者もたくさんいるんだからな。お前らだって新しい仲間が増えたら嬉しいよな。すると組員たちはニヤニヤしながら二人を見つめる。何を言っても逃げられない現状に、二人はどんどん小さくなっていく。どうしても働かなきゃダメでしょうか。俺らは今までヤクザとは無縁の生活を送ってきたんです。働いたとしても迷惑ばかりかけてしまうと思うのですが、どうしても逃れようとする二人のもとに、青山が近づいていく。親父の言うことは絶対なんだよ。お前らに逆らう権利なんかあるわけねえだろ。そんな、君たちは、上の組を語るほど、うちの組が好きだったんだろ。嬉しくないのか？もちろん嬉しいよな。俺らと一緒に働けるんだもんな。青山が顔を近づけて脅すように言うと、二人は何度もうなずく。もちろん嬉しいです。
こんな俺らを雇ってくださり、ありがとうございます。よし、これで決まりだな。二人の指導は青山に任せるぞ。せっかくうちに入ってくれたんだし、仕事をたくさん与えてやってくれ。きっと二人だったら、どんな仕事でも引き受けてくれると思うしな。わかりました。青山は不敵な笑みを浮かべて大きくうなずく。そうして再び二人にゆっくりと顔を近づける。これからお前らのことをたくさん可愛がってやるからな。容赦するつもりはねえから覚悟しておけ。青山の一言に二人はガタガタと震え始める。先に言っておくが、青山は俺の100倍は厳しいぞ。舐めた態度を取ったら、すぐにボコボコにされっから、気をつけるんだぞ。わかりました。二人は小さな声で答える。それから二人は、上野組の組員として、強制的に働かされることに。組員といっても、彼らには他の組員にやらせているような仕事はできなかったので、雑用ばかりやらされていた。組員たちも二人にはかなりきつく当たっており、彼らも肩身の狭い思いをしていたようだ。こんな生活に耐えられなかったのか、数週間が経った頃に二人は事務所から逃げ出してしまう。だが、まともに金も持っていなかった二人は、あっけなく発見される。さすがの俺も逃亡されたことは許せなかったので、二人にはきつい制裁を与えることに。彼らには高い保険をかけて、海外のとある工場に送り込んだ。そこは低賃金で働かされる上に、かなりの重労働を強いられる。中には大怪我をしてしまう人や、現地の感染症をもらって倒れてしまう人間もいる。さらにその工場はほぼ監禁状態で働かされるので、逃げるにも逃げられない。今まで逃亡できた人間は誰一人としていなかった。しばらく彼らのことはその工場で働かせるつもりだ。二人にはヤクザの恐ろしさを存分に味わってもらいたいと思っている。その後も、上野組の組長として働いていた俺だったが、56歳の誕生日を迎えたところで組長を降りることに。後継者としてはもちろん青山を選んだ。これからはお前に上野組を任せる。青山のことは信頼してるからな。これから組のことを頼んだぞ。もちろんです。青山は涙ながらにうなずく。そんな彼の姿を見て、俺も胸が熱くなった。俺には妻はいるが子供がいない。妻が不妊だったため、子供は諦めたのだ。それでも俺は妻を愛していたので、子供ができなかったことに関しては、全く後悔はない。むしろ、俺には息子のように可愛がっていた青山がいたので、それで十分だった。お前がうちに来てくれて本当に良かったよ。俺は今後口を出すことはしない。上野組のこれからはお前に託したからな。俺は青山の肩に手を置いていった。これから俺は妻と一緒にかねてから計画していた居酒屋をオープンさせるつもりだ。すでに準備は進めており、あとは店を開くだけだった。残りの人生は愛する妻と共にのんびりと過ごしていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は朝比奈みどり。大学に通っているが、そんな私の母は子離れしたことで夢だった小料理屋を開店した。おかげでバイト代を出すからと私が借り出される羽目となった。他でバイトするよりも自由が利くし
問題はない。ところが開店初日、とんでもない奴らがやってきた。いらっしゃいませ。明らかにヤクザ風の二人は小さなバッグを抱えて入ってきた。悪い予感しかしないが、入ってきた以上は客だろう。そう思った私は、水をテーブルに持っていこうと、コップに水を満たしていた。ところが、男たちは全く座る気配がない。どうぞ、お座りください。声をかけるが、ニヤニヤと笑っているだけだ。なんだ、こいつら。客じゃないのかな。こんなところに小料理屋かよ。はい、本日開店なんですよ。だろうな、今まで見なかったからな。はい、よろしくお願いします。よろしくか。わかったぜ、しっかり面倒を見てやるよ。は？誰も面倒を見てくれとは言っていない。単に客として来いよというだけのことだ。ところが男たちは店のあちこちを触りながら、なかなかいい店じゃねえか。という、そりゃそうだ。この店を建てるのに、母は毎日のように工務店と打ち合わせをして頑張ったのだから。母の夢が詰まった店なのだ。この絵は本物か？壁にかけられた絵を見て男たちはそう言うが、本物かと聞かれれば、確かに本物だ。なんせ私が描いたものなんだから。はあ、なるほどな。客が入るといいな。ありがとうございます。だがな、こんな路地に作っちまって、これじゃあ客もわからねえだろう。大丈夫です、宣伝してますから。宣伝ね。一体何が言いたいのか、言葉の一つ一つに含みを感じる。宣伝してるならそれなりに客も入るだろうさ。そうだな、まあ入らなくても請求金額は変わらねえけどな。請求金額？なあ、あんたこの店の店長はどうした？母なら工務店に行ってますが。母？はあ、親子でやってるのか。なるほどな。まあそうだよな、開店早々バイトを雇うこともできねえよな。確かにどうなるのかもわからないのだから、バイトを入れるのは大変だということで私が入ったわけだ。だがバイト代はしっかりいただくことになっている。それも一般的なバイト代よりは高いだろう。お客さんじゃないんですか？何か母に用ですか？ああ、用事があるから来たのさ。だったら少し待てば帰ってくると思いますよ。じゃあ待たせてもらうかな。待っててやるからよ、姉ちゃん、酒出せよ。はい、ビールでいいですか？ああ、ビールで構わねえよ。言われるままにビールを持ってテーブルに行くとメニュー表を見ている。だが、値段を見て言っていた言葉が気になった。小料理屋とは言っても割といい値段するな。まあ値段が高かろうと俺たちには関係ねえけどな。そうだな、こうして来てやったんだから、ただにするのが筋ってもんだろ。ただ酒が、昼間からただで酒が飲めるってのは本当にいいもんだな。つまりこの店にお金を落としてくれる客ではなく、たかりに来た奴らということのようだ。だが、だったら帰れとは言えない。何せ今、この店にいるのは私だけ。そんなことを言って、逆上されたのでは大変なことになる。たかだかビール一杯、いや、二杯で、我が身を危険にさらすわけにはいかない。どうぞ。ああ。ありがとよ。これからはちょくちょく来るからよ。母の知り合いの方ですか？まあ、これから知り合いになるってこった。知り合いになんてなりたくはない。というか、さっさと帰ってほしい。だが、母が来るのを待っているところを見ると、しばらくは居座るつもりなのだろう。はい、姉ちゃん。
なんかつまみはねえのか？母がいないので作れないんですが。なんでもいいんだよ。お通しくらいは用意してあるんだろ？くそ、よく知ってる奴らだ。仕方なくお通しをテーブルに置いた。ちょうどその時だ。裏の戸が開き、母が戻ってきた。私はすぐに厨房に入り、母に話しかけようとしたが、店内を見た母が先に口を開いた。あら、お客さん？それがね、そうでもなさそうなの。どういうこと？事情を説明すると、母は眉をしかめた。第一号のお客がたかりとか、冗談じゃないわよ。縁起が悪い。まさにその通りだ。記念すべき一組目の客がヤクザで、しかもたかりとか、ありえないじゃないか。それでお母さんが戻るのを待ってたんだよ。あら、私に用事だって？なんだろうね。変なこと言ったら叩き出してやるけど。かなり強気だが、いつも優しい母にそんな度胸があるとは思えない。私はいつでも父に連絡できるようにスマホを握りしめた。いらっしゃいませ。お待たせしたようで申し訳ありません。何かご用でしょうか？あ、あんたが店長か？はい、さようでございます。なかなかの美人じゃねえか。ありがとうございます。ところでよ、ここで店を出すにあたって挨拶はしたのか？挨拶？どなたに？なんだよ、わかんねえのか？ここがどこの組の島なのか知らねえのかよ。それはなんとなくは。だったら組に挨拶するのが筋だろうが。組に挨拶？まあいいや、そんなこったろうと思ったからよ。俺たちが来てやったのさ。だから今日の飲み代はタダでいいだろう？そこはうなずけませんが、ご飲食した分はしっかりいただきますけど。あのな、こっちから来てやったんだよ。そういう時はタダにするのが筋だろうが。それにこれからは集金にも来てやるんだからよ。集金？ガス？電気？光熱費は引き落としになってますけど。光熱費じゃねえよ。他にも集金すべきものがあるだろうが。他に？ああ、例えば観葉植物なんてのもあるだろう。いえ、あれは私が趣味で育てたものですから、集金すべきものじゃないですよ。例えばだよ、例えば。酒にしても食材にしても集金だろうがよ。それも引き落としですね。そういう契約なんで。わかんねえババアだな。急にババア呼ばわりですか？それはちょっとお客さんでもいただけませんね。あのな、ここで店を開くならみかじめ料ってのが必要なんだよ。そんなこともわからねえでお料理屋なんか開いたら大変なことになるぜ。そうですか？いいか、これからは毎月俺らが集金に来てやるからよ。そうすりゃ何事もなくこの店はやっていけるんだよ。それはどうでしょうか？いいんだよ、こういうのは必要経費なんだから。断ることはできねえぜ。なんせ組長命令なんだからな。払わなかったら店を荒らされることを覚悟しろよ。組長命令？ああそうだよ、わかったか？どちらの組長さんですか？どちらって、あ、朝比奈組だよ。朝比奈組？ああそうよ。なんだ、あんたも知ってるのか？さすがは朝比奈だな。本当に彼が命令したんですか？え？彼？ええ、朝比奈の組長ならば私の夫ですけど。嘘だろ？バカ、何本気にしてんだよ。そんなわけねえだろうが。ああそうか、そうだよな。そんな手には乗らねえよ。本当なんだけど。というか、あなた方こそ本当に朝比奈の組員なの？ああもちろん。それなら私のことを知らないはずないんだけど。知ってるでしょ？は？
知るわけねえだろうが。ということは朝比奈の組員というのも信じられないわね。なんでだよ。俺らはちゃんと朝比奈の組長から杯をもらってるんだ。だとしたら新入りなのかしら。つまり下っ端ということね。誰が下っ端だ。俺らはもう組員になって何年も経つんだ。変ね。母は本当に首をかしげてしまった。なぜならこの男たちが本当に朝比奈の組員ならば母を知らないなんてことがないはずだからだ。というのも母は朝比奈の妻で、私は朝比奈の娘。この店は朝比奈組の息がかかっているわけだ。開店祝賀会だって開いたので組員で知らないなんてことはない。俺らが下っ端のはずがねえだろうがよ。男たちは下っ端と言われてかなり腹立たしいようで、何度も下っ端じゃないと怒鳴っているが、向きになればなるほど変だと思わざるを得ない。バカにしやがって。さらには店内のものを壊し出したのだ。あ、なんてことするの。それは組員のみんながこの店のために作ってくれたものなのよ。あんたたちが朝比奈の組員ならそのくらいのこと知ってるはずじゃないの。うるせえ、まだ言うか。てめえが朝比奈を語るなんざ100年早えんだよ。とは言われてもあと100年もしたら母はこの世には存在しないだろう。いい加減にしなさい。そんなことをするなら組長に報告するわよ。へへ、できるもんならやってみろよ。あんたなんかが組長に連絡したところでちっとも怖くはねえんだ。これはダメだと思った私はすぐに父に連絡した。すると父は何も言わずに電話を切った。え、なんで切った？何か大事な会議の最中だったとかと思っていると、息を切った父が店のドアを勢いよく開けた。光を背に受けた父はどうやら走ってきたらしく、呼吸も荒く鬼のように大きく見えた。誰だ、俺の女房を泣かせているやつは。え、男たちの手が止まり、入り口に立つ父を見た。だが光を背負っている父が誰なのかわからないらしく、二人は首をひねっている。父が店内に入ってきて、ようやっと朝比奈の組長であることに気がついたらしく、持っていたものを手から落としたのだった。あ、朝比奈さん、なんで。てめえら一体どういう了見だ。なんで朝比奈の組長が。私が呼んだからよ。え、ということは本当に。だから言ったじゃないの、朝比奈は私の夫なんだって。マジかよ。あなた、この人たちがみかじめ料を集金しろってあなたに言われたって言うんだけど。そんなこと言うわけねえや。なんで自分の妻の店でみかじめ料なんて取るんだよ。やっぱりそうよね。でもそうやって言うのよ。しかも私のことを知らないって。お前のことを知らねえやつが俺の組にいるはずがねえや。父はそう言いながら笑っているが、自称朝比奈の組員がここにいて母を知らないと言っているわけだ。ということは本当に組長の奥さんで。当たり前だ。そんな、なんてことをしてくれたんだ。荒れた店内を見回して父は怒りをあらわにし怒鳴り散らした。俺の妻の夢だった店をぶっ壊すとはいい度胸じゃねえか。どうしてくれんだよ。すいません組長。あなた、この人たちは本当にうちの組員じゃないの？もちろんだ。こんなやつ俺は知らねえ。下の人とか最近入った人とかじゃなくて？いや、新入りにしても下っ端にしても俺に挨拶に来ていれば俺はちゃんと顔を覚えてるさ。だが俺が知らねえってことは組員じゃねえってこった。まだ挨拶に来ていないとか。だとしても挨拶に来てねえ時点で組員じゃねえってこった。そうなのね。
お父さん、でもね、この人たち、お父さんから杯をもらってるって言ってたよ。俺から杯を？てめえら、本当にそうなのか？すいません、組長。本当は違います。どういうことだ？実は、何年も前に、俺たちは朝比奈組に入りたくて、組長に挨拶したんです。覚えていないでしょうか？何年も前、覚えちゃいねえや。組員の顔は全員覚えてるが、組員じゃねえてめえらは、記憶には残っちゃいねえ。そうですか。俺たちは悪ガキの頃から、朝比奈組に憧れて、いつか朝比奈に入ろうと、暴走族グループで頑張ってたんです。それでやっと組長に挨拶に行ったんですが、それなら下働きをしろと言われて、ですが、どうも下働きというのが俺らの肌に合わなくて、つまり逃げたってことか？はい。それで覚えてねえかと聞かれてもな、覚えられるはずがねえや。そうですよね。どうやらこいつらは本気で朝比奈に憧れていたらしく、父のこの言葉にショックを受けていた。それで組に入れなかったてめえらがどうして朝比奈を名乗ってるんだ？入りたくても入れなかったもんで、せめて名乗るくらいはいいかと。言い訳ねえだろうが。そうですよね。それによ、朝比奈を名乗ってこんなことをしてるようじゃ許すことはできねえぞ。すいません、朝比奈の組員だっていうのがなんかかっこよく思いまして。こんなことをして朝比奈の名に泥を塗ってるってことがわからねえのか？そんなつもりは全くないんです。すいません、もう二度と名乗りませんから、どうか許してください。許せだと？お願いします。朝比奈に憧れすぎてやっちまったんです。そんなに憧れてるってめえらは今はどこの組にいるんだ？それがどこの組織にも入っちゃいません。俺らが入るのは絶対に朝比奈なんです。なんだ、野良かよ。野良なのにみかじめ料なんかを集金してるのか？はあ、まあ。どういうつもりなんだよ。収入源というつもりでして。まったく、こんなことしやがって。でもそれは組長が俺らを入れてくれなかったからですから。だから下働きしろって言ったじゃねえか。下働きなんてそんな格好の悪いことできやしませんって。俺らはヤクザなんですから。ヤクザだからこそ下働きするんだろうが、てめえらヤクザ世界を甘く見すぎなんだよ。そんなことないっすよ。あなた、今回だけは許してあげない？こんなに朝比奈に憧れるなんてちょっと可愛いじゃないですか。だがな、こんなことをしてお咎めがなしってのはけじめがつかねえだろ。一回だけよ。きっとやっちゃいけないってわからなかったのよ。それにうちの組に入りたかったのがダメだったからなんて憎めないじゃないの。まあそれはそうなんだが。だったら俺らを朝比奈組に入れてくださいよ。そうすりゃ全てが本当になるじゃないですか。俺たちは晴れて朝比奈の組員なんですから。バカを言うな。入れてくれれば二度としませんから。てめえらのような甘い考えのやつを組員にできると思ってるのかよ。そんなにヤクザの世界は甘くねえんだよ。そんなケチくさいこと言わなくても。ケチで言ってるわけじゃねえ。さすがにそれはできないでしょうけど、今回だけはね。あなた、母にお願いと手を合わせられた父はそれ以上何も言えなくなり、結局全てを許すということになった。しょうがねえな。だが次にまたやったら、その時は許さねえからな。こんなバカなことをするような奴ら、本来なら許さねえのにな。妻に免じて許すんだ。肝に銘じろ。はい。二度としないということで、無罪放免となった男たちだった。これで円満解決、かと思われたが、
どうやらそんなことはないようで、男たちはせっかく朝比奈の組長に頭を下げたのに、無下に断られたことが許せなかったようだ。そして翌日、またしても店にやってきたのだった。いらっしゃ、あ、お母さん、昨日のノラさんたちだよ。あらあら、いらっしゃい。今日はちゃんと食べた分は払ってちょうだいね。さあ、それはどうかな。そう言うと、そばにあった置物を叩き落とした。何をしてるの？しかも、テーブルの上に揃えてある調味料なども、床にぶちまけ出したのだ。やめなさい。俺らを組に入れないとどうなるのか、思い知らせてやるんだよ。なんてバカなことを。次から次へと、床にぶちまけられていき、テーブルの上に何もなくなると、一人は椅子を叩き割り出した。もう一人は、壁にかかっている私が描いた絵が入っている額を叩き割り、中の絵を破いたのだ。さすがにこれは許せない。そう思った私は、厨房へ走ると、スマホを手にした。ところが、そこに客が入ってきたのだ。こんな時に、タイミングが悪いと思っていると、なんと、朝比奈組の幹部だった。なんだこれは。やめて、こいつら昨日の連中なのよ。私がそう叫ぶと、幹部が二人をいともたやすく叩きのめした。だが、二人が伸びて店内を見回すと、そこはまるで嵐が去った後のようにひどいありさまとなっていた。これはやってくれたな。もう少し早く来てくれるとよかったんだけどね。すいません。でも、なんで？ご飯でも食べに来たの？いえ、組長から昨日の話を聞いて、なんか胸騒ぎがしまして。それで来てくれたのね。ありがとう。母は力なくそう言ったが、あまりのことに声に力がない。そりゃ、夢の小料理屋が一瞬にして、廃屋同然のありさまなのだから。そうなるのもわかる。せっかく昨日、お母さんが許してくれるようにって頼んだのに、バカな人たちだな。こんなもんですよ。こういう奴らはもう知らねえんです。最低だね。こういう奴らこそ、厳しいヤクザ世界に身を置くといいんですけどね。でも、根性がないから逃げたんでしょ？ヤクザ世界に入っても逃げちゃうじゃない。一度正式に入ったら、逃げることなんてできませんよ。それこそ地獄が待ってますからね。怖っ。じゃあこいつらを連れて行きますから、店は若い奴らをよこしますんで。一人で二人を連れて行くの？逃げられない？大丈夫です。もう外に手伝いを呼びましたんで。仕事が早いな。組事務所に連れて行かれた二人は、父の前に放り出されるとバケツの水をぶっかけられ、意識を取り戻した。うわ、なんだよ。よう目が覚めたか。組長、え、ここはてめえらが夢にまで見た朝比奈組の事務所だ。はあ、ずいぶんと派手にやらかしたじゃねえか。え、なあ、昨日せっかく許してやったのによ、なんでまた証拠りもなく妻の店を襲いやがった。それは、なんか、腹の虫が収まらなくて。許してやったのに、腹の虫が収まらねえだと？はあ、そうっすね。そいつはおかしいんじゃねえか？昨日は二度としないと誓ったよな。そうなんですが、やっぱり俺たちは、朝比奈組に入りてんですよ。そんな俺たちの熱い思いを、全く分かっちゃくれねえなんて、なんか、悔しいじゃないですか。自分の悔しさのために妻の店をぶっ壊したということが？そうなります。それじゃあ、あいつの悔しさはどこにぶつけたらいい？流した奴への怒りはどこに向けたらいいと思う？それは自業自得かと。俺の自業自得だってか。まあそうなりますね。何せ俺らを組に入れなかったわけですから。俺は朝比奈に入るために
できるだけの努力をしてきたんですから。胸を張ってそういう二人だが、その場にいた組員たちも父も怒り心頭というところだった。おお、そうかい。ところでお前らは、昨日妻が許してやってくれと言ったから、あの場で許してもらったことは覚えてるか？覚えてます。それなのに店をボコボコにしたんだよな。そうですね。これも自業自得って言葉で済ますか？そうなりますね。なるほどね。そういうことかよ。父は顔を上げると、その場にいた組員たちに命令した。おい、こいつらの根性を叩き直せ。何日かかっても構わねえ。命乞いしても許すんじゃねえ。わかりました。幹部がそう返事をすると、男たちの首根っこをつかみ、地下にある根性部屋へと連れて行った。そこはコンクリがむき出しの部屋だ。どんなに悲鳴を上げても外には漏れない上に、床が赤く染まっても下っ端がデッキブラシで擦ればきれいに流れるようになっている。しかもむき出しのコンクリの用途は他にもあった。よくも姉さんの店をぶっ壊してくれたな。そう言うと幹部の一人が男を殴りつけ、床に倒れ込んだその顔を踏みつけた。さらには顔をコンクリにすりつけるのだ。サンドペーパーで擦られたように皮膚は剥がれ落ち、地味な痛みが顔面に走るというわけだ。顔がやめてくれ。そんな顔がどうなろうと関係ねえんだよ。頼む、やめてくれ。そうがそうが、顔は嫌かよ。だがよ、こっちは楽しくてしょうがねえんだ。もう一人の男がその状況を目にして思わず逃げようとした時、背後から捕まり、同じように顔を押し付けられた。そこからは三日三晩棍棒で殴られ続け、傷に塩を塗り込まれた。これはまるで拷問だと誰もが思ったが、それでも誰もやめようとはしなかった。それほどまでに母への仕打ちは許せないものだったのだ。できることなら私も参加したかったが、さすがに父はそれを許さなかった。どうしてなのかと聞くと、女にあんなものは見せたくないという父の愛情だったようだ。さて、三日が過ぎ、ボロボロになった二人は、必死の命がいが功を奏したのか、なんとか助かったらしい。どうだ、朝比奈組を敵に回したらどうなるか分かったか？分かりました。そうかそうか、まあ。まあ、三日間、生き続けられたてめえらに免じて、この辺りにしておいてやるよ。ありが。おっと、礼を言うのはまだ早いんだ。ここからが本番だからな。え？てめえらは、俺の大事な妻の店をボコボコにしたんだ。あのままじゃ、店を再開することができねえや。だから、修繕費を払ってもらわねえとな。修繕費？いくら？いい質問だ。いくらだと思う？100万くらいですか？100万だって？おい、あの店の修繕に100万だとよ。安く見られたもんだな。父がそう言うと、組員たちが大きな笑い声を上げた。そんなわけがねえだろうがよ。教えてやろう。てめえらが払うのは一人7000万だ。7? ああ、そうだよ。7000万だ。無理だ、そんな金。そうか、無理か。だがな、どうしてもこいつは払ってもらわねえとな。そこでだ、働いて払えなんてことを言っても、ちび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 じゃらちが開かねえ。だから一括で払えるように金貸しを呼んである。金？そうだよ、よくわかってるじゃねえか、金田さんよ。金田？いやだ、他の金融屋で。他の金融がそんなにまとまった金をポンと貸すか？そんなに気前のいい金貸しが他にあるかよ。どうしても嫌だってんなら、しょうがねえから川沿いの川田を呼んでやろうか？まあ、そんなことをしたら金田が泣くだろうがな。川沿いはもっと。ああ、その通りだ。
野良のくせによく知ってるじゃねえか。川沿いの金貸しは金利が高いことで評判だよな。だがよ、どっちでも構わねえんだよ。どっちから借りようとどうしようと。どうする？誰に借りたい？金田。そうかい。じゃあ金田で決まりだ。おい、金田さんよ。あんたから借りてってよ。はい、ありがとうございます。それでは7000万ずつ、合わせて1億4000万を朝比奈様の口座へ送金させていただきます。金田がそう言うとスマホを取り出し指先を動かした。すると間もなく父のスマホが鳴り、送金が完了した。では送金が完了いたしましたので、あなた方はこちらにサインをお願いします。これは借用書と生命保険の加入申込書になります。今から加入を取りに行ってもらいますのでね。かなり過酷なしのぎとなりますが、このくらいしていただかないと返済できませんからね。カニは嫌だ。ではマグロにしますか。ちょうどどちらも空いてますのでね。どちらでもいいですよ。さあ、港に着くまでにどちらにするのか決めてください。金田はそう言うと二人を連れて行ったそうだ。その後、母の小料理屋はきれいに修復され再開することができた。毎日たくさんのお客さんが来てくれて大盛況だ。そんな中、毎晩来てくれるおじいさんがいることに気がついた。いつもありがとうございます。客の引いた店内で一人ちびちびと酒を飲んでいたおじいさんにサービスだからと煮物の小鉢を差し出すと、おじいさんは嬉しそうに話し出した。嬉しいね。ありがとう。こちらこそありがとうございます。だがずっと気になっていたことがある。それはおじいさんのテーブルには毎回二人分の料理が並んでいるのだ。おじいさん、一つ聞いてもいいですか？いつも二人分の注文をいただいていますが。ああ、そうだね。これはね、俺の息子の分なんだよ。息子さんの？俺の息子は山登りが好きでね、登山に行ったきり帰ってこないんだよ。もう3年も帰ってこないからさ、いつ戻ってきてもいいように、こうしてどこで食べても息子の分も用意してるんだよ。しかし山に行って3年も帰ってこないのだから、それは無理な話のように思えた。そうですか、きっと帰っていらっしゃいますよね。ありがとうお嬢ちゃん、その言葉が一番嬉しいよ。ところがそんなある日、おじいさんが来ない日があった。どうしたのかと気になった私は、二人分の料理を持ち、おじいさんの家を訪ねた。すると、きれいに掃除が行き届いた家の奥で、おじいさんが寝込んでいたのだ。おじいさん、元気ですか？お店にいらっしゃらないから、どうしたのかと思って。ご迷惑でしたか？ああ、お嬢ちゃん、ありがとうよ。どうも熱が出たようでな。息子のために食べ物を用意したいが、体が動かなくてな。困っていたところだ。私は料理をテーブルに並べると、おじいさんにまた来ますと言って部屋を出た。ところがその時だ、どこから聞こえたのか、ありがとうという聞いたことのない男性の声が聞こえてきたのだった。振り返ると、おじいさんのそばに登山姿の男性が満面の笑みで立っていたのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は松島秀樹。5年前に仕事を引退し、現在は妻と定食屋を営んでいる。定食屋を始めてからは働き詰めの毎日を送っており、息子が俺たち夫婦を気遣って温泉旅行を計画してくれた。旅行当日、
旅館に到着して早々に、俺は息子と一緒に露天風呂に入ることに。脱衣所に向かうと、三人組の男と目が合った。おっさんたちも旅行ですか？もしかして二人って親子？まあ、そうですけど。三人は、おそらく20代後半くらいだろう。金髪、赤髪、坊主の男たちだった。三人は酒を飲んでいたのか、少し足取りがふらふらしている。彼らと絡んでもろくなことがない。一瞬で操作した俺たちは、三人を無視することに。だが三人は、なぜかしつこく絡んでくる。この旅館に泊まれるってことは、そこそこ金持ってんだろう。まあ、貧乏というわけではないが、そうだよな。それで、俺たちに何か用なのか。こっちは、早く温泉に入って疲れを取りたいんだが。金を貸してほしいと思って、声をかけたんだ。おっさんだったら金あんだろ。どうせもう会社は退職してるんだろうし、退職金もたんまりあるんじゃないか。君たちは金を持ってきてないのか。そもそも泊まりに来てるのに金がないというのはおかしな話だと思うが。旅行中に使いすぎちまったんだよ。俺らも久しぶりの旅行で舞い上がっちまって。だが、見知らぬ人に金を貸すのはな。俺がそうつぶやくと、目の前にいた金髪が俺の胸ぐらを掴んできた。おい、親父に何するんだ。お前ら、そんなことしたら。息子が三人に忠告をするが、彼らは話に耳を傾けようともしない。俺たちは完全に舐められているようだ。おい、おっさん。8万貸してくれ。もし貸さねえって言うなら、命はないと思った方がいいぞ。命がない。君たちは面白いことを言うね。何笑ってんだよ。俺らのこと舐めてんのか？ただ面白いと思ったから、面白いと言っただけだ。何も知らずに、俺たちを脅してくる三人に、息子が再び忠告をする。君たちはまだ若いんだろ。これから楽しいことだってたくさんあるんだから、この辺で引いておいた方がいいぞ。俺たちに絡んだら絶対に後悔する。これだけは言っておく。息子は真剣に語っていたが、三人は真面目に捉えていなかったのか、ゲラゲラと笑い始めた。笑わせんなよ。それで脅してるつもりか。おっさんたちに脅されても何も怖くねえし。それに俺ら無敵なんだぞ。坊主の男は自信満々にそう宣言する。すると坊主はニヤニヤしながら自分たちの正体を明かしてきた。実は俺らヤクザなんだよね。しかもこの辺じゃ一番名前が通ってる龍門組ってヤクザなんだ。龍門組。おっさんは知らないだろうが、龍門組はヤクザの間でも恐れられてるほどでかい組織なんだぜ。もちろん知ってるよ。君たちは本当に龍門組のヤクザなのか？そうだって言ってんだろ。もし俺らの要求を断ったらどうなるか分かってるよな。俺たちをどうする気なんだ。そうだな。せっかく露天風呂があるし、そこに沈めてやろうかな。君たちは本当に面白いことを言うね。ぜひできるものならやってほしいものだ。俺が笑いながら答えると、三人は苛立ちを見せ始める。自分たちが馬鹿にされたのが気に食わなかったのだろう。俺らのことを怒らせて楽しいのか？
君たちが勝手に楽しませてくれてるんだろう。舐めやがって。そうだ、あれを見せればこいつらもビビるんじゃないか。すると三人は服を脱ぎ始める。彼らの背中には入れ墨が彫ってあった。普通の人だったら怯えるかもしれないが、別にそんなものを見せられたところで俺も息子もビビったりはしない。誇らしげに入れ墨を見せてくる三人を見て、俺は笑いそうになってしまった。おいおい、そんなものを見せて何がしたいんだ。なんだよ、怖くねえのか。なんとも思わねえよ。入れ墨なんて別に普通だからな。俺が平然と答えると、三人は苛立ちを見せ始める。思い通りにいかないのが悔しいのだろう。そこまでして金が欲しいのか。息子が三人に尋ねる。彼らは当たり前のことを聞くなと言った顔をしていた。さっきからそう言ってんだろ。すぐに金を出せ。君たちは流門組で働いてるのに、まともに給料ももらってないのか。流門組だったら組織もでかいし、給料もそれなりにもらえると思うが。あんたに関係ねえだろ。とにかく俺らは8万貸せって言ってんだ。貸すってことは絶対に返してくれるってことでいいんだな。だったらいくらでも貸してやるぞ。いくらでもという言葉に三人は目を輝かせる。だが喜んでいられるのも今のうちだろう。覚悟があるんだったら金を貸してやってもいいけど、どうする。覚悟とか何バカなこと言ってんだよ。金を借りるくらいで大げさだな。俺は普通の金貸しじゃないからな。覚悟があるんだったら貸してやってもいい。俺らはとっとと金を借りて旅行を堪能したいんだよ。いいから金を用意しろよ。わかった。じゃあ少し待っててくれ。そう言って息子はその場から離れる。息子は少し離れた場所で誰かに電話をかけていた。その様子を三人はニヤニヤしながら見ている。俺はこれから起こることを考えて少し胸が躍っていた。それから5分ほどで息子が戻ってくる。そんで、金は用意してくれんのか？今から知人が持ってきてくれる。知人？お前の嫁が持ってきてくれるんじゃないのか？あいにく妻は旅行に来てないんだ。それに俺らも現金を持ち歩かない主義で、8万は持ってないんだ。はあ、もしかしておっさん、本当は貧乏なのか？三人は少し不満そうな表情を浮かべた。いや、金はそれなりに持ってるつもりだ。うちの組織も流門組と同じくらい規模が大きいからね。ああ、もしかして、おっさんたちって会社でもやってるの？まあ、そんなところかな。息子の言葉で、三人の表情は一気に明るくなる。三人は早く金が欲しくてたまらないのだろう。息子の前にいた金髪は、息子をせかし始める。んで、いつになったら金を持ってきてくれるんだ。まさか何時間も待たせるつもりじゃないだろうな。あいつは仕事が早いからすぐに来てくれるさ。ここでおとなしく待っていなさい。ねえ、いくら貸してくれるんだ。さっきいくらでもいいって言ってたよな。100万貸すよ。10日1割で。はあ。まさか息子からこんな返答が返ってくるとは思わなかったのだろう。三人は唖然としていた。おいおい、さすがに10日1割はふざけてるだろう。そんな利息で金を貸すような人間、どこにいるんだ。ここにいるが。
うちでは40年ほど、この利息で金を貸してるんだ。君たちだけ若いからといって、特別扱いするわけにはいかないからな。息子の発言に、三人は少し動揺を見せ始めた。すると金髪が息子に疑問を投げかける。あんた、金貸し業者か何かなのか？あ、金貸しの仕事もやってるよ。40年続けてるって言ってたが、他の奴らはその利息で納得してたってことなのか？そりゃ、うちに金を借りに来るような人間は、他で相手にされず、やむなくうちに来た人間ばっかだからな。文句を言わずにその利息で返済してくれてるよ。しかも返済率は 100% だからな。マジかよ。三人の顔色は次第に青ざめていく。俺たちがただ者ではないことを察したのだろう。あんたら何者なんだよ。赤髪の質問に、俺と息子は顔を見合わせてにやりと笑う。俺たちはこの質問を待っていた。俺もお前ら三人と同じヤクザだ。俺は松島組の組長で、親父は元組長だ。松島組。俺たちの正体を知った三人は、ガタガタと震え始める。三人も松島組の存在は認識していたのだろう。本当に松島組の組長なんですか？だったら証拠を見せてやろうか。え？俺たちは上裸になり、体中に刻まれた入れ墨を見せてやった。松島組では大きな竜の入れ墨がトレードマークとなっている。三人もこの竜の入れ墨を見て、すぐに俺たちが松島組の人間であることを確信してくれたようだ。おいおい、松島組の元組長って、親父が絡んだら 99% 消されるって言ってた人じゃないか。組長さんは、俺のことそんな風に言ってたのか。まあ、昔はなかなか派手にやってたからな。俺は5年前まで松島組の組長として働いていた。還暦を迎えたと同時に組長の座は息子に譲っている。現役時代の俺はヤクザの間でも絶対に手を出してはいけない鬼組長と呼ばれていたらしい。そのおかげで一度も命を狙われたことなどはなかった。彼らも俺のことはよく知っていたらしい。だが、俺の顔までは把握していなかったようだ。俺たち親子の正体を知った三人は、先ほどまでの生意気な態度とは打って変わって、土下座をしてきた。さっきは金を貸せとかふざけたことを言ってすみませんでした。もちろん金なんていりませんので、どうか俺らのことは見逃してもらえませんか。でも金が必要だったんだろう。さっき8万がないと旅館の支払いができないって言ってたじゃないか。それは大丈夫です。何が大丈夫なんだ？実はちゃんと金は用意してたんです。つい金がないものだと勘違いしていまして。要するに、俺らが自分たちよりも強いヤクザだったから、急に態度を変えてきたんだろう。俺らが一般人だったら、殴ってでも金を奪い取ってたんじゃないか。そんなことは。三人はすっかり小さくなっていた。俺たちにかなり怯えている様子だが、もちろん簡単に見逃すつもりはない。でも最初に金を貸してほしいって言ってきたんだから、こっちも約束は果たさねえとな。金を持ってくるように、ある人物にもお願いしてあるんだ。ある人物って、とにかく、ここで待ってろ。それから数分ほどして、脱衣所にある男性がやってくる。その人物の正体は、この旅館のオーナーである新郎だ。新郎は息子と同い年。
この旅館には昔からお世話になっていることもあって、新道とも家族ぐるみで仲が良かった。どうやら三人は新道の正体を分かっていないようだ。彼が姿を見せても不思議そうな顔をするだけで、怯える様子は見せなかった。新道、あんたのお兄さんに、流門組の給料を上げてやるように言ってやった方がいいぞ。こいつら、宿泊費もまともに払えないんだってよ。それは困るな。これ、指示された100万だが、とりあえずお前に渡せばいいのか？あ、お前には帰ってすぐに振り込みさせてもらうから、一旦立て替えさせてくれ。もちろん構わない。新道は息子に100万の束を差し出す。三人はその様子をわけがわからないといった表情で見ていた。息子も彼らの様子に気がついたのだろう。三人に新道の正体を明かす。君たちは流門組の人間なのに、新道のことを知らねえのか？何者なんですか？新道は流門組の組長の弟だよ。はあ、どうも。いつも兄がお世話になっております。新道は不敵な笑みを三人に向ける。彼らはまさかこんな近くに流門組の関係者がいるとは予想もしていなかったのだろう。新道はこの旅館に婿養子として来ており、奥さんの名字を名乗っている。奥さんとは学生時代からの付き合いだったらしく、かねてから新道はこの旅館で働くつもりでいたらしい。流門組の組長である兄は、昔から腕っぷしのいい男だったが、弟の方は穏やかな性格で、ヤクザには不向きな男だった。そんなこともあって、流門組の元組長である父も、兄に継がせることにしたようだ。穏やかで優しそうな印象を受ける新道の兄が、流門組の組長だとは、普通の人だったら気づかないだろう。新道の正体を知った三人は、すっかり絶望しきった顔をしていた。すみません。本当に金はいらないので、あと、親父にもこのことは秘密にしてくれませんか？これ以上問題を起こしたら、親父にはクビだって言われてるんです。三人は涙目で懇願してくる。息子は鋭い目つきで真ん中にいた金髪の胸ぐらを掴んだ。金髪はひいっと小さく悲鳴を上げる。お前、さっきと言ってることは違うだろう。男なんだったら自分の言葉には責任を持て。こっちだって約束通り金を用意してやったんだぞ。それなのに今さらいりませんは失礼だろうが。すみません。金髪はガタガタと体を震わせる。俺たちにすっかり怯えている三人だったが、もちろんこのまま返すつもりはなかった。せっかくだし、お前らの組長も交えて話し合おうじゃねえか。それだけは勘弁してください。俺ら本当にクビになっちゃいます。どうしてもクビだけは嫌なんです。そんなこと俺の知ったことじゃない。クビになるようなバカな真似をしてきたお前らが悪いんだろう。それはそうですけど、次にやらかしたら罰金を払えとも言われてるんですよ。俺らただでさえ給料もほとんどもらってなくて、金がないっていうのに。だから、俺には関係ねえって言ってるだろうが、あんまりしつこいと露天風呂に沈めんぞ。息子が怒鳴りつけると、三人は一気におとなしくなる。息子も俺と一緒で、何事にも容赦しない。下手したら現役時代の俺よりも怖いのではないかとも思う。それじゃあ新道、悪いが組長さんに連絡してくれないか。
できればすぐに話し合いができたら助かるんだが、きっと事情を説明すれば飛んできてくれるはずさ。ちょっと待っててくれ。それから新藤はすぐ竜門組組長に連絡を取ってくれた。この日は事務所にいたらしく、事情を説明したところ旅館に来てくれることに。組長が旅館に来ることを伝えると、三人は魂が抜けたかのようにその場にうなだれた。終わった。下手したら消されるぞ。大丈夫だ。兄は簡単に人を殺めるような人間じゃない。まあ厳しい罰は与えられると思うけどな。そんな。それから俺たちは脱衣所を出て別の場所に移ることに。竜門組の組長は15分ほどで旅館に来てくれた。組長は3人の姿を見るなり顔をしかめる。彼らの様子を見て何か問題を起こしたのだろうと察したようだ。詳しい事情を知らない組長に息子がこれまでの経緯を説明し始める。親父と露天風呂に行ったら、この三人が金を貸してくれって俺らに絡んできたんですよ。それで100万貸すって言って金まで用意してやったのに、俺らの正体を知った途端やっぱりいらないとか言い出してきたんです。まったく舐めてるんですかね。三人が俺たち親子に舐めた態度を取ったことを知ると、組長は一人ずつ殴り始めた。一度や二度ではなく何度も。殴られ続けた三人は鼻血が出てしまった。組長が殴り終えると、三人は地面に頭をつけて土下座をする。親父、本当にすみませんでした。もう二度と同じような真似はしませんので。いつも迷惑ばかりかけてしまって、申し訳ありません。お願いですから、クビにはしないでください。これからは何でも言うことを聞きますから。バカ言うんじゃねえ。誰がお前らみたいなゴミ三人組を雇い続けるんだよ。あの時言っただろ。次にやらかしたら問答無用でクビにしてやるって。そうですけど、もう一度チャンスをください。これからも竜門組の一員として働きたいんです。涙ながらに訴えかける坊主に、組長は蹴りを入れる。組長は彼らを許す気はみじんもないようだ。お前らがやったことは、竜門組を冒涜してるのと一緒なんだよ。むしろ一年も雇ってやっただけ感謝しろ。そんな、お前らは今日限りでクビだ。それと、今まで散々迷惑かけた罰として、一人1000万支払え。1000万という金額に三人は顔を青ざめる。ヤクザのトップだった俺からしたら大した金額ではないが、彼らにとってはかなりの大金だろう。この三人は入門組で問題を起こしまくっていたせいで、他の組員の10分の1程度の給料しかもらっていなかったらしい。その上彼らは金遣いの荒い男たちだったので、まとまったお金も持っていなかったようだ。俺らが1000万も持ってないことくらい知ってますよね。そんな金払えって言われても無理ですって。だったら死ぬ気で働けばいいだろ。でも俺らはクビなんですよね。これから仕事だって見つかるかどうか。じゃあ何の償いもせずに逃げようってのか。んなこと俺が許すとでも。組長は三人に眼を飛ばしながら言い放つ。彼らはこれ以上殴られるのが怖いのだろう。組長を見ながら後ずさりしていた。じゃあ毎月少しずつ支払うのはダメでしょうか。月に1万とかならなんとか。ふざけんな。
んなことしたら支払わずに逃げるだろう。もちろん1000万は一括で支払ってもらう。もしこの場で約束してくれねえんだったら、こっちにも考えがある。考えって何ですか？お前らに金になってもらうんだよ。つまり、どういうことかわかるだろう。不敵な笑みを浮かべて語る組長に、三人は涙目になる。組長が何を目論んでいるのか、三人は察したのだろう。親父、俺らはまだ若いんですよ。まだ楽しみたいことだってたくさんありますし、ここで死ぬなんて嫌ですよ。別に、俺はお前らを消すとは言ってねえだろ。金さえ用意してくれれば許してやるって言ってんだ。もちろん今後一切、俺の前には姿を見せないでもらうけどな。もしその汚え面を見せたら、そのために罰金100万を請求する。そんな無茶な。ええから、金を払うって約束しろ。もしできないんだったら、お前たちに金になってもらう。究極の選択を強いられ、三人は絶望しきった顔をしていた。そんな三人に息子が面白い提案をする。お前ら、金に困ってるんだろう。だったら俺がいくらでも貸してやるよ。本当ですか？息子の提案に三人は目を輝かせる。どうやら彼らは息子が好意で金を貸してくれると思い込んでいるようだ。松島組の組長さん、マジでありがとうございます。組長さんは命の恩人です。そう言って、三人はボロボロと涙を流し始める。そんな三人を見て、息子は大声で笑い始める。三人はどうして息子が笑い出したのか理解ができなかったのだろう。不思議そうな目で息子を見ていた。俺も純粋に勘違いをしている三人を見て、思わず笑いが抑えられなくなってしまう。君たちは、随分とおめでたい頭をしてるんだね。どういうことですか？俺らはお金を貸してくれるって言われたんで、感謝の気持ちを述べただけですけど、それが面白いんだよ。誰がお前らなんかにボランティアで大事な金を貸すんだよ。でも確かにいくらでも金を貸してくれるって。最後まで話を聞け。確かに金を貸すとは言ったが、あくまでもお前らは俺の客だ。どういうことか理解できるよな。まさか東海1割で貸すってことですか？当たり前だ。そうでもしねえとうちも儲けが出ないからな。それでどうする？うちから金を借りるか？息子はニヤニヤしながら三人に問いかける。三人ともどう答えるべきかひどく悩んでいる様子だった。いいからとっとと決めてくれねえか？俺もお前らに構ってるほど暇じゃねえんだよ。でも、松島組の取り立ては厳しいって言うし、ちなみに毎月いくらずつ返済していけばいいのでしょうか？最低でも月10万ずつだな。だがうちは都一だから、1ヶ月後には1300万になってるから、そこはよく覚えておけ。300万って、1000万でも無理なのに。やっぱり、松島組から金を借りるのはやめておきます。って言ってますけど、組長さんはどう思いますか？息子は、流門組組長に問いかける。組長は腕を組んで、険しい顔をしていた。お前ら、せっかく松島組が金を貸してくれるって言ってくれてるのに、それを断るのか？そもそも先にお前らが金を貸してくれって頼み込んだんだから、おとなしく借りておけ。でも、統一なんか無理ですって。他の金融業者のように普通の利息だったらまだしも。そうですよ、俺ら一生借金に追われる生活を送ることになっちゃうじゃないですか。しかも松島組の取り立ては
ヤクザの中でトップレベルで厳しいって言うし。だったら、松島組から借りる以外にどうやって金を集めてくるんだ。お前らなんかに金を貸してくれるような舐め腐った業者は、どこにもいねえだろう。親にでも頼んでみます。俺もたちに借りれないか頼んでみます。ダメだ。組長は鋭い眼差しで言い放つ。親もダチもお前らの借金には無関係だろう。そうですけど、それ以外に方法はありませんし。お前らは大事な人を巻き込んで胸が痛まねえのか。お前らのせいで他の奴らが不幸になっちまうんだぞ。それは申し訳ないとは思ってますけど。無関係な人間を巻き込むのは厳禁だ。じゃあどうすれば他に集める方法なんてないですよ。赤髪は頭を抱えながら言う。ここで息子が口を開いた。だから、俺が貸してやるって言ってるじゃねえか。すぐに金を用意してやるから、ありがたく受け取っとけよ。この旅行が終わったら、早速お前らのところに金を振り込んでやるからよ。でも、もうこれは決定事項だ。お前ら一人ずつ1000万貸してやる。契約書とかはいいから、後で免許証だけ控えさせてくれ。金が欲しかったんだろう。よかったじゃねえか。しかも1000万も手に入って。息子は不敵な笑みを浮かべながら言い放つ。その金って、すぐに返済すれば利息はつかないんですよね。後々大変になると思うので、振り込まれたらすぐに返します。ええー、や、1ヶ月は返済禁止だ。せっかく貸してやったのに、すぐに返すってのは礼儀がなってねえだろ。それに俺に返したら、お前らの組長さんに、返済ができなくなるだろう。そんな、それじゃ必然的に300万が増えるってことじゃないですか。そういうことだ。これが俺のやり方だからな。もし来月に1300万を支払ってくれれば、それ以上利息がつくことはねえぞ。いやいやいや、来月までに1300万なんて。しばらく話し合いが続けられたが、結局3人は松島組から金を借りることで話がまとまった。旅行が終わってすぐに息子は3人の口座に1000万を振り込み、彼らはその金を龍門組の組長にきちんと渡したようだ。組長は無事に金を受け取れて満足そうな様子だった。その1ヶ月後、3人は金を返すために松島組に姿を見せる。3人ともしっかり10万を持ってきたようだ。ヤクザをクビになった3人は日雇いの仕事でなんとか10万を稼いだらしい。しかし、3人は3回目以降の返済日から姿を見せなくなる。やはり彼らは逃亡した。もちろん息子も想定はしていたようだ。それから松島組では3人の捜索を始める。彼らはあっけなく発見され、根性を叩き直された後、船に乗せられることになったらしい。これを最後に、三人は二度と姿を見せることはなくなった。それから俺は普通の日常生活に戻り、以前のように妻と定食屋を営んでいる。働いていると、あの時の息子の姿がふと頭をよぎる。やっぱ、あいつに組を継がせて正解だったわ。いきなりどうしたの？あいつは俺に似て、たくましくなったなって思ってな。急にどうしたのよ。確かにトシヤはあなたにとってもそっくりだけど。まあ、心優しいところはお前に似たんだろうな。そうかしら。あなたも十分優しいと思うわ。そうじゃなかったら私、あなたと結婚してないもの。そう言ってくれると嬉しいよ。俺もお前と結婚できて幸せだ。私もよ。夢だったお店も開くことができたしね。
私の夢を叶えてくれて本当にありがとう。定食屋を営むことは妻の幼い頃からの夢だった。妻は料理が得意で、結婚する前はずっと飲食店で働いていた。夢を実現させてやるのに長い時間を要してしまったが、俺を信じて待ってくれた妻には感謝の気持ちしかない。これからは松島組のトップとして頑張る息子を応援しつつ、俺は妻とのんびりとした楽しい日々を過ごしていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は斉藤純平、27歳。普通の会社員の俺は、ただただ平凡な毎日を暮らしていた。そんな俺にも、年下の可愛い彼女がいる。今日は、彼女と夏祭りに来ていて、美味しいものを堪能した俺たちは、駅の近くで立ち話をしていた。すると柄の悪い男二人が、俺と彼女の間に入るように立ち、彼女に絡み始めた。ねえ、君、めちゃくちゃ可愛いじゃん。俺超タイプなんだけど。いやいや、ヒロスさんより俺の方が、この子と釣り合うでしょ。こういう時は年下の俺に譲ってくださいよ。はあ、逆だろ逆。まあ、確かに若そうだから、お前に譲ってやるよ。さすがヒロスさん、優しいですね。そういうことだから、俺と一緒に出かけない。あの、私、彼氏がいるので、こういうのはやめていただけませんか？彼女は小さな声で男たちに伝えるも、男たちは彼女の言葉を無視し、そのまま絡み続けた。俺は何とか彼女に近づこうとするも、男たちはがたいがよく、貧弱な俺にはかなわなかった。あ、君いくつ？結構若いよね。浴衣姿めちゃくちゃ似合ってんじゃん。もしかして近くの祭りでも行っていたの？はい。それでもう少ししたら帰ろうとしていたところなので。俺らも行きたいなーって話していたんだよ。俺らとも行こうよ。好きなのをおごってあげるよ。俺たち金は持っているからさ。いや、話聞いていましたか？彼氏もいるし、もうすぐ帰るって言っているじゃないですか。彼氏って、もしかして、俺らの後ろにいるこいつ。こんな平凡な奴と話していてもつまらないっしょ。絶対俺らと一緒にいた方が楽しいって。間違いないな。こんな奴ほっといて、俺らと一緒に行こうぜ。さっきから俺のことを無視し続けていますけど、彼女は俺の恋人なので、絡むのはやめてくれませんか？何が恋人だよ。女一人守れねえような奴が、そんなこと言って恥ずかしいってな。君、名前は？俺ら君とゆっくり話したいんだけど、どっか行きたいところがあるなら連れて行ってあげるよ。いや、結構です。そんな断っちゃったら、俺ら悲しいじゃん。せっかくこうやって会えたんだからさ、少しくらい俺らに興味持ってよ。俺がこいつのことを押すぜ。こいつ意外と優しいし、彼女のこと大切にするタイプ。まあこんな見た目だからさ、怖いなって思うかもしれねえけど、絶対怖い思いさせないからさ。男たちは本当にしつこく、俺と彼女が嫌がっているのを分かっていながらも、解放してはくれなかった。俺は男たちの体の隙間から手を伸ばし、なんとか彼女に近づこうと試みた。お前邪魔なんだよ。この子もお前がいるとなんか相手してくれないみたいだし、どっか行ってくれね。俺たちはこの子とデートに行くために話しかけてんだよ。わかる？まゆちゃん。それでも俺は必死に手を伸ばし、彼女に気づいてもらおうと名前を呼んだ。純平さん。すると彼女は
俺の手に気づき、力強く俺の手を握った。お前何やってんの？さっき俺らが言ったこと聞こえなかったのかな？男たちはさすがに俺を無視できなくなったのか、後ろを振り向いて俺を睨んだ。それとも、痛い思いしないとわからないとか？それだったら喜んで相手してやるけど、お前絶対負けるんだからさ。ほら、彼女の前で恥かきたくないでしょ。こういう時は黙って引き下がった方が身のためだよ。俺、彼女の彼氏なので、絶対に彼女は渡しません。ですから諦めてもらえませんか？諦める？俺らが？どうして俺らが諦めないといけねえの？だから別にいいんだよ。俺らはお前をボコボコにしてから彼女と遊びに行っても、その方が彼女もお前のことを諦めるだろうし。確かに俺は喧嘩とかは強くないですけど、それでも諦めませんし引き下がりません。黙って好きな人を手放すほど俺はバカじゃないです。純平さん。お願いします。私は純平さんと一緒にいたいので、もう帰っていただいてもいいですか？何それ、めっちゃ可愛いんだけど。そういう気の弱い感じもそそられるわ。ほら、お前俺らに勝ち目ないことなんて悟っているだろう。悪いこと言わねえから黙ってどっか行け。これ以上俺らにつきまとうようなら、わかるよな。男は俺の方に手を置き、俺に囁くように脅してきた。でもじゃねえんだよ。俺らがこの子と遊びたいって言ってんの。この返事にはイエスしかないわけ。俺はどうすればいいかわからず、彼女を見ては男たちの痛い目線を感じていた。ほら、あんたの彼氏も黙っていることだから、安心して俺らと遊びに行こうぜ。ちゃんと最後は家まで送ってあげるから、安心しな。彼女が連れて行かれそうになった時、警察呼びますよ。これ以上彼女を無理やり連れて行こうとするなら、俺は警察呼びます。俺はスマホを片手に大きな声で訴えるように強気で言った。一人だったら、こんな柄の悪い男に絡まれたら、絶対逃げていた。しかし今は、守らなければいけない人がいる。逃げるわけにはいかない。俺は自分を奮い立たせるように、男たちをまっすぐ見た。へえ、俺ら相手に警察呼んで、どうにかなると思ってんだ。俺らがそれでビビるって。お前マジでバカじゃねえの？俺らがそんなもんにビビるわけねえじゃん。俺はさすがに警察を呼んでしまえば解放されると思っていた。しかし男は笑顔で俺に近づき、耳元で囁いた。いいこと教えてあげるよ。俺らヤクザなんだ。ヤクザ。俺の反応を見て大笑いするヤクザ二人。俺はこれ以上何もできないのかと諦めかけたが、最後の抵抗で彼女にもう一度近づこうとする男の腕を掴んだ。お願いします。やめてください。は？お願いします。これ以上はやめてもらえませんか？お前さっき俺が言ったこと聞こえていたよな。俺らヤクザだって言ったんだぜ。それでもまだ俺らの邪魔するんだ。あなたが誰だろうと、俺は彼女が大切なんです。このまま何もせずに手放すわけにはいかないんですよ。そう。俺らがヤクザだって分かってても、この子を守りたいんだ。男は俺の胸ぐらをつかみながらニヤニヤしていると、俺のお腹をめがけて一発殴った。うっ！純平くん、ちょっと殴ることないじゃない。彼女は俺のために怒ってくれていたが、俺は地面にうずくまりながら言葉を発することができなかった。
さあ、これで邪魔な奴はいなくなったし、行こうか。浴衣姿が興奮するぜ。あ、女貸せよ。俺はお腹を抑えながら、小さな声を出すのが精一杯だった。やめてください。彼女は男に手をつかまれ、そのまま連れて行かれそうになっていた。俺はただ、周りに助けてくれる人がいないか、探すことしかできなかった。その直後、黒塗りの高級車が目の前に止まり、その高級車から強面の男が降りてきた。その男は、彼女とヤクザを見て近づいていき、目の前で立ちはだかり、小僧、お嬢に何か用か。え、だから、お嬢に用があるから、お嬢の腕を掴んでいるんじゃねえのかよ。お嬢に用があるなら、代わりに俺が聞くが。用って言われましても、用がねえなら、いつまでもお嬢の腕を掴んでんじゃねえよ。とっとと話せよ、クソ野郎。男の圧にビビったのか、ヤクザ二人はすぐに彼女の腕を離し離れた。俺たちはただこの子と一緒に遊ぼうとしただけで、そうだよ。お嬢が嫌がってんのが分かんなかったのか。それにそこでうずくまっているのは、お前らがやったんじゃねえのかよ。それは、純平さん、大丈夫？彼女は俺の方に駆け寄って心配してくれていた。あ、うん、もう大丈夫。まゆちゃんも大丈夫。うん、私はただ腕をつかまれただけだから。この人って、俺が男の方に目をやると、彼女はなんだか申し訳なさそうな表情をした。陽介さん、どうしてここに？お嬢、帰りが遅いので心配になり、勝手に来るのはどうかとは思ったのですが、お嬢に何かあるといけないので。もしかして、まゆちゃんのお父様ですか？俺は怖そうな人だと思いながら、彼女と親しげに話す人に恐る恐る聞いた。ああ、俺はお嬢の親父さんではないっす。お嬢の親父さんは、あ、陽介さん。男の人が何か言おうとした瞬間に、彼女は遮るように名前を呼んだ。私が自分で説明するから。すみません。また勝手なことをしてしまい。純平さん、この人は、いや、私の父は、前田組の組長なの。この人はその組の若頭って言って、次期組長候補で、私が小さい頃から親のように私を見てくれていた人なの。組長さん。俺は何を言えばいいのかわからず、言葉を詰まらせた。ごめんなさい。いつか言おうとは思っていたけど、黙っていて。いや、そんな謝らないでよ。俺と彼女が気まずい雰囲気になったのを察して、若頭が声をかけてくれた。お嬢、ことが落ち着いてからまたゆっくり二人でお話になられてはどうでしょうか。とりあえず今はこの二人をどうにかしないと。俺も組長にお嬢が無事だった報告もしないといけないので。あ、そうだよね。お父さんも心配してくれてるんだもんね。彼女は俺の顔を見ることはなかったが、俺は今は仕方ないと思うことにした。それでお前ら、お嬢に手を出すなんてどうなるかわかっているだろうな。一瞬、彼女を見る目が優しそうな表情をした若頭だったが、ヤクザ二人を見た瞬間、顔を歪めた。まさか、前田組の組長の娘さんだとは知らなくて、申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。二人して頭を地面につけながら謝罪するが、
若頭はそんなものでは満足しないようだった。そういえばこの人たち、ヤクザだって言っていました。大丈夫なんでしょうか。その、違う組同士ってことは、喧嘩みたいなことになりますよね。俺は心配になり尋ねると、若頭は少し驚いていたが、すぐに笑った。君はそんなこと考える必要なんてないんだよ。それより、いいことを教えてくれてありがとうね。俺たち、どうなるんでしょうか。そりゃ、お前らがヤクザだってことは、そりゃ組の頭に責任取ってもらわねえといけねえじゃねえか。それともお前らは幹部か何かで、責任取れる存在だっていうのか。まあ、パッと見そんな風には見えねえが、俺たちはただの組員で。そうだよな。だったら組長に責任取ってもらわねえとな。ちょっと待ってくださいよ。組長は全く関係ありません。責任なら俺ら自分で取りますから。お金で解決するなんていうのはどうでしょうか。それができたら俺らも苦労しねえよ。お前らの行動は組の行動と一緒なんだよ。お前らいい歳してて、そんなこともわからねえのか。残念ながら、俺も勝手にそんなことを決められねえからよ。それは、お願いします。どうか俺らを見逃してはいただけませんか。お嬢様にはまだ手を出しておりませんし。とりあえず、どこの組か教えろや。お前らが教えねえことには何も話が進まねえんだわ。俺も早く組長に報告してえからよ。組長が待っているんだから、早く行った方がいいぜ。お願いします。勘弁してください。青龍組です。はあ、お前どうして馬鹿正直に教えんだよ。だって、言わないと俺らどうなるかわからないっすよ。それでもお前には組を守ろうとする気持ちはねえのかよ。まあ、そんな怒ってやんなって。俺はお前の馬鹿正直さは気に入ったぞ。ヒロシさん、すみません。お前のせいで。お前ら、まだ何か隠していることはあるだろう。勘のいい若頭が問い詰めると、馬鹿正直なヤクザは何かあるというような反応をしていた。やっぱりお前、面白いな。嘘つけないタイプか。こういうこと何年もやっているとわかるんだよ。嘘ついているのか本当のこと言っているのか。ハヤト、お前マジでいい加減にしろよ。すみません。ほら、早く吐け。隠しているってことがバレたなら、これ以上は隠し通せねえだろう。それとも、俺が痛みで吐かせてやってもいいんだぜ。隣にいるヒロシさんは、青龍組若頭の弟さんです。マジかよ。お前、少しくらいは自分でやったことくらい、自分で解決しようと思わねえのかよ。だって、俺痛みに耐えられる自信なんてないですもん。そうかそうか。お前がそんなにも弱い人間だとは思わなかったわ。また面白い情報を聞いたから全然いいけどな。陽介さん、この人たちどうするんですか？お嬢は心配しなくていいんで、俺に任せておいてください。若頭はそう言うと、誰かに電話をかけ始めた。組長、連絡が遅くなってしまいすみません。お嬢は無事なんですが、青龍組の組員二人に絡まれそうになっていて、俺が助けました。今その組員は目の前にいて、一人は青龍組若頭の弟だと言っています。どうしましょうか。なんだと、マユは本当に無事なんだな。俺の娘に手を出そうとする輩がいるなんて、すぐに青龍組に乗り込むぞ。これはきっちり落とし前をつけてもらう。お前も
その組員を連れてこい。わかったな。はい、わかりました。電話越しからも、彼女のお父さんはかなり怒っていることが伝わってきた。大丈夫？すごい怒っているような声が聞こえていたけど、お嬢も君も心配しなくていいですよ。俺はこいつらを連れて、青龍組のアジトに行きます。君、お嬢が何されたのか詳しくわかっているだろう。君も一緒に来てくれないか？俺ですか？俺はヤクザの世界なんて一ミリも関わったことがなく不安だった。こいつらが何か言い訳したり違うことを言うかもしれない。君が証人になってくれるとありがたいんだが、不安だってことは重々承知しているし、必ず俺ら組員が君を守るから、そこは安心してくれるといいんだが、やっぱり嫌かな。それなら私も行く。まゆちゃんは危ないよ。でも純平さん一人に不安にさせるわけにはいかないよ。俺は彼女が来てくれると言ってくれて嬉しかったが、少し不安だった。お嬢、絶対に俺から離れないでくださいね。お嬢を一人で帰らせるわけにはいかないので。それでは、みんなで行きましょうか。こうして俺は、彼女と若頭と共に、青龍組のアジトに行くことへとなった。アジトに着くと、先に彼女のお父さんが組員と共に待ち構えていた。お父さん。マユ、大丈夫だったか？痛いところとかはないか？うん、陽介さんが助けてくれたから。でも、純平さんが手を出されて。組長は俺と初対面だったが、すぐに状況を理解し、俺にも話しかけてくれた。君、大丈夫か？はい。本当だったら、俺が自分で娘さんを守らなきゃいけないのに、守れなくて申し訳ありませんでした。相手が青龍組の組員なんだから、仕方ない。やっぱり陽介に様子を見に行かせて正解だったな。あとは俺に任せなさい。彼女の父は、優しい声で話してくれていたが、心の奥底はかなり苛立っていることが分かった。陽介、こいつらをまずは縛れ。逃げ慣れでもしたら困るからな。俺らは逃げたりしないですよ。本当に申し訳ないと反省しているんですよ。お嬢様に手を出してしまったこと、本当に申し訳ありませんでした。ですからどうか組にだけは。何が反省しているだ。陽介、早く縛れ。これ以上クソみたいな言い訳をするんだったら、別にお前らの口を塞ぐように指示してやってもいいんだぞ。こんな下っ端になんか責任なんて取れねえからな。お前らもちゃんと頭に刻むんだな。自分たちのせいで青龍組が潰されることを。若頭は組長の指示通り組員二人を縛るよう下っ端に命令した。そして組長を先頭に青龍組のアジトに乗り込んだ。前田組が来たぞ。ここの頭を出せ。早くしねえと、こいつらがどうなっても知らねえぞ。組長は大きな声で青龍組の下っ端に伝えると、青龍組の奴らはかなりざわついていた。縛られた組員の名前を呼ぶ者や、組長を呼ぼうと慌てる者がいた。お前ら、何やっている？組長、すみません。まさか俺らがナンパした子が前田組のお嬢さんだとは思わなくて、それでこんなことに、本当に申し訳ありません。なんてことしてくれたんだ。前田さん、この度は組員が誠に申し訳ありません。組長はすぐに状況を理解し、その場で土下座をした。組長さん、土下座なんて求めてないんですよ。俺の娘が傷ついた分の代償はどうしてくれるんだってことですよ。しかも話を聞いたところでは、そこの若頭の弟だって言うじゃないですか。
そんな大事な存在をこちらは手に入れたってことですよ。これがどういう意味か、もちろんわかりますよね。青龍組の若頭は、自分の弟が捕まっている様子を見て、唖然としていた。勇気、どうしてくれんだよ。弟のことは、お前に任せるって、俺は言ったよな。弟は組に迷惑かけるようなことは、絶対にしないから大丈夫だって。お前、言ったよな。組長、申し訳はありません。弟の不祥事は俺の不祥事です。俺が責任取って。おいおい、お前が責任取って何になるんだよ。お前はこの組の次期組長候補、若頭だぞ。笑わせんのもいい加減にしろよな。それは、でも俺の弟なので、お願いします。この組の若頭である俺が責任を取りますので、どうかこれで抑えてはもらえないでしょうか。この世界にそんな兄弟愛持ち出されてもな。俺は自分の兄弟が嫌な思いしたわけじゃないんだよ。目に入れても痛くないくらい、自分の分身のような可愛い我が子に手を出されたんだ。この違いがどれだけ大きく違うかなんて、これ以上説明しなくてもわかるよな。勇気、とにかく今は黙っていろ。これ以上お前らさんの気に触るようなことを言うな。お前に何もできることはない。そんな、兄さんごめん。ヤクザは抵抗も否定もすることなく、ただ自分たちがどうなるのか地獄を見るような表情で構えていた。前田さん、ゆっくり話をしましょう。こいつらも前田さんの娘さんだからって手を出そうとしたわけじゃないんですよ。ただ手を出した相手が前田さんの娘さんだっただけで。ですから、ゆっくり今後の話をしませんか。ゆっくりだと？こっちは腹が立って仕方ないっていうのに、ゆっくりなんて話している余裕があると思うのか。お前ももう少し考えて発言しろよな。もしこれが自分の娘だったらどうするって言うんだよ。ああ、そうか。お前には娘はいないんだったな。何がお望みなんでしょうか。こちらが対応できることでありましたら、何でもいたします。まずは、こいつら二人の命をいただく。娘が今後、怖い思いせずに生活できるようにな。もし仮に、どこかでまた娘の前に現れるなんてことがあったら、大変だからな。これはこいつら自身に支払ってもらう、娘に手を出した代償だ。命って、組長、まさかこの条件飲んだりしないですよね。俺は何のためにここまで頑張ってきたって言うんですか。弟と二人で暮らすために頑張ってきたの、組長が一番知っているじゃないですか。勇気、お前の気持ちはわかっている。だが今そうやって興奮しても仕方ないだろ。俺だって、好きでこいつらのことを見捨てようなんて思っていねえよ。兄さん、組長。お前ら、これで条件終わりだなんて思うなよ。お前らの命なんてたかが知れてる。もう一つの条件。それは組長さんには責任を取ってもらうってことで、今後前田組には逆らわないことを約束しろ。それができないなら、俺らは青龍組を潰す気で行かせてもらう。こっちはこんな条件でも許せねえってことされてんのに、ありがたいと思ってほしいな。そんな条件、なんか文句あるのか？組長、お願いします。せめてこいつらの命を奪わないことを交渉させてください。こんなことになったことは申し訳ないですが、命だけは。
前田さん、二つ目の条件は飲みます。今後青龍組は、前田組の言われたことにすべて賛同し、協力もいたします。しかし組員の命は黙って渡すとは言えません。それは前田さん自身もお分かりなのではないでしょうか。俺も今まで組員を本当の家族のように可愛がってきたんです。そう簡単に渡すわけにはいきません。どうかこれだけはどうにかしていただけませんでしょうか。組長、そんなこと言ったら青龍組は、兄貴、悪いのは俺なんだ。頼むから俺のことなんて放っておいて、青龍組を守ってくれよ。お前はバカなのか。お前だから守るんじゃない。青龍組の組員だから守らないといけねえんだ。このままお前らを見捨てれば、青龍組の組員たちはもうついてこなくなるだろう。俺と組長はそんなことにならないように、今まで必死に組員たちの信頼を固めてきたんだ。お前らも今回のことでちゃんと学べ。たかが組員でもこんなことになることもあるってことを。ヤクザは組長と若頭の思いを聞き、涙を流しながら彼女の父に頭を下げた。お願いします。命だけは勘弁していただけないでしょうか。お嬢さんにしたことは一生かけて償います。ですから命だけは。今回のことは本当に申し訳ありませんでした。お父さん、私もこの人たちのこと許してあげてほしい。そんな時彼女は父の腕をつかみ口を開いた。マユ、この人たちは確かに手も出したし、私も怖い思いをした。でもだからって命を奪うのだけはやめてあげてほしいの。私、この人たちの顔、一生忘れられないと思う。だからこそ、この人たちがこの世にいなくなるなんて思いたくないよ。彼女は少し泣きそうな顔になりながら、訴えていた。俺からもお願いします。俺が殴られたところなんて、もう痛くもありませんから、まゆちゃんの考えを尊重してあげてください。君まで。彼女の父は少し険しい顔をしたが、彼女の顔を見て冷静になったのか、深く息を吸った。わかった。今回は娘の希望を叶えるために、お前らの命は奪わない。その代わり、お前らがさっき言ったように、一生かけて償ってもらう。一億。慰謝料として一億だ。一生かけて払え。わかったな。わかりました。必ず一生かけて償います。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤクザ二人は泣きながら感謝していた。こうして青龍組は前田組の下っ端状態となり、初めの方はそれでも組員たちの熱い信頼があったからか、みんなついてきていた。しかし、月日が経つにつれ、前田組の要求は厳しいものになり、青龍組の生命線は途絶えていった。そしてヤクザ二人はというと、毎月慰謝料を支払うために必死に働き続け、自分の生活もままならないような人生を送っている。今日はもう遅い。君も組員に送らせるから帰りなさい。まゆ、行くよ。でも、話すことがあるのなら明日にしなさい。二人とも疲れているだろう。怖い思いもしたんだ。今日だけはお父さんの言うことを聞きなさい。わかった。父に言われた彼女は素直に帰って行ったが、その日のうちに彼女からちゃんと話がしたいと連絡が来た。俺はどんな顔をして会えばいいのかわからなかったが、とにかくこのモヤモヤをどうにかしないとと思った。次の日、待ち合わせ場所で彼女を待っていると、彼女は申し訳なさそうな顔をして、俺の横に座った。純平さん、本当にごめんなさい。ヤクザの組長の娘が彼女なんて、普通嫌だよね。それなのに私、
隠して純平さんの彼女になって。何度も言おうと思ったんだけど、言ったら嫌われる。そう思うとなかなか言い出すことができなくて。まゆちゃん、俺怒っていないよ。怒っていないし、まゆちゃんのこと責めようとも思っていない。ただ俺も戸惑っていただけなんだ。まゆちゃんが素直に話してくれて、それがようやくわかった。俺は、まゆちゃんのこと今でも好きだ。これからはお互いに隠し事なんてない関係でいたい。そう思っているよ。私、騙していたのに。騙すなんて言わないでよ。ただ家族のことを話すにはまだ深い関係じゃない。それだけだよ。だからね。これからはさ、結婚も視野に入れてちゃんと付き合っていきたい。どうかな？本当にこんな私でいいの？まゆちゃんはまゆちゃんだから。今まで俺と一緒にいたまゆちゃんは嘘だったって思わないから。俺は彼女を抱きしめ、この人のことは一生話してはいけないんだと悟った。こうして二人で本音を話し合った俺たちは、わだかまりを解消し、結婚を前提に付き合うようになったのであった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は金田優馬、35歳。車好きの俺は夢だった高級車をようやく手に入れて浮かれていた。若くで結婚した俺には遅いながらも叶った夢で、毎日車を眺めているだけでも幸せなくらいだった。ある日の昼間、俺は妻と二人で家でくつろいでいた。ドンドンドン、家の中にいても聞こえるほどの大きな音に驚いて、妻に様子を見に行ってと言われた。何やってる？早く車から降りなさい。はじめは呆然とした俺だったが、気がつくと大きな声で叫んでいた。なんと隣人の子供が俺の高級車の上に乗り、勢いよく飛び跳ねていたのだ。だってお父さんが。お父さん、そんなことはいいから早く降りろ。こんなことするなんてどれだけ非常識なんだ。俺は子供が驚いた顔をしていても、そんなことにはお構いなしに大きな声で怒鳴っていた。すると、うわー、さすがに怖がらせてしまったのか、子供は大きな声で泣いてしまった。ちょっと泣かないでよ。悪いことしたのは君だろ。だってお父さんが。さっきも言っていたお父さんという言葉に俺は引っかかりながらも、子供に手を差し伸べ車から降ろした。その時、気分よく洗車していたのに、どうしてレオンが泣いてんだよ。レオ、このおじさんに何かされたのか？俺は父親の姿を見た瞬間に文句を言ってやろうと思ったが、まさかの発言にそんな気力はなくなっていた。この人が大きな声で、俺はお父さんに言われた通りに楽しく遊んでいただけなのに。男だったらそんなにメソメソするんじゃない。お父さんが守ってあげるから。なあ。うん。父親も子供も俺が悪者だと決めつけ、俺が悪いのかと錯覚してしまうほどだった。あんた、子供をこんなにも怖がらせて泣かせるなんて楽しいか。いい歳してるくせに子供の扱いもわからねえのかよ。レオはな、純粋で可愛い子なんだ。それなのにこんなにも傷つけるなんて、容赦しねえぞ。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。お宅の息子さんが、俺の車の上に乗って飛び跳ねていたんですよ。そりゃ、怒鳴りたくもなるでしょう。
そもそもそこで自分の車を洗車していたのに、どうして気がつかなかったんですか？俺に文句を言う前に、自分が子供のことを見ていなかったと謝罪しないといけないんじゃないですか？はあ、お前何言ってんの？レオンがそんなことするわけねえじゃん。これを見てくださいよ。この車、高級車なんですよ。前の方から登ったのか、足跡もちゃんとついてるし、上の方はボコボコですよ。これが決定的な証拠でしょう。それに俺は、あなたの息子さんが登って飛んでるところも、この目で見てるんです。それでもそんなことするわけないって言い張ります。ああ、本当だな。確かにボコボコだわ。レオ、お父さんの車にいたずらしちゃダメって言ったからって、他の人の車にするなんて。さすが俺の息子。は？いや、俺がレオに言ったんですよ。遊ぶなら他行って遊べって。俺も車触るのが趣味なんでね。子供に触られたりなんて許せなくて。だからお気持ちはわかります。自分の愛車をこんな風にされたら辛いですよね。隣人は笑いながら、まるで人ごとのように言ってきた。何言ってるんですか？あなた、この子の親ですよね。笑っていないで子供を叱るべきでしょ。何認めてるんですか？いや、その前に謝罪してくださいよ。いや、そんなこと言われてもな。俺のところは子供をのびのびと自由に育てるのが方針なんですわ。その方針に口出しされるってのは頭にくるな。方針？今その話と何が関係しているって言うんですか？あなたの家の方針だろうが何だろうが、他人に迷惑かけたり傷つけたりしたら謝罪が当たり前でしょう。親も親なら子供も子供だな。お父さんを怒らないで。俺が悪いんだ。だからお父さんを怒らないでよ。あらあら、子供にこんなこと言わせるなんて、お前大人失格なんじゃね。子供の前で親をけなす、親の前で子供をけなすなんて、そっちこそ非常識だろ。子供がこれでトラウマにでもなったら、どう責任取ってくれんだよ。トラウマ？これのどこがトラウマになるような話なんですか？それを言うなら、こっちの方がトラウマですよ。せっかく購入した高級車をボコボコにされるなんて。隣の家の大人にガミガミ言われ続けたら、大人はみんなそうだって思うだろう。これで将来コミュニケーションがうまく取れないなんてことになったら、責任取れるのかって言ってんだよ。そんな適当なこと言われても、責任取れねえんだったら黙っておいてくんねえかな。お前の車なんて所詮物だろ。いつか壊れるものが早めに壊れたってだけじゃねえか。それに比べて、俺の息子には将来がある。わかったか？とにかく言いたいことはわかりました。もうこれ以上は何も言いません。ですが、この車の修理費を請求させていただきますから、それは覚悟しておいてください。はあ？どうしてお前の車なのに、俺が修理費支払わねえといけねえんだよ。俺は別に、この車がどうなろうとどうでもいいし、修理なんてしなくてもいいくらいなんだよ。修理したいのはお前だろ。それなら、お前が自分で金出して修理すんのが普通なんじゃねえ？これは、あなたの子供がしたことなんですよ。俺がぶつけてこうなってしまったなら話はわかりますが、あなたの子供にいたずらでこんなことをされたんです。修理費くらい払って当然でしょう。こっちは謝罪がないことは折れてやっているんです。子供がしたことだし、まあそれは仕方ないのかなって。これからはこんなことしないようになってくれればと思って。
それなのにその上、修理費は自分で払えなんて通用するわけないでしょう。俺はこの理不尽な対応に腹立たしく思い、子供が怖い思いをしようがどうでもいいとさえ思っていた。だから、そんな大きな声で圧かけたら、レオが怖がるって言ってんのがわからねえのか？お前マジでいい加減にしろよ。そんなにレオを怖がらせて楽しいのかよ。わかったから、俺ちゃんと謝るから。車の上で飛び跳ねて、ごめんなさい。俺、もう絶対にこんなことしないから。だから許してください。レオ、すごいじゃないか。自分で謝るなんて、見直したぞ。そうかな。ああ、本当に偉いよ。ほら、これでいいだろ。レオがこんなにも反省して謝ったんだ。お前はこれで満足なんだろ。満足って、なんだよ。まだ何か用があんのかよ。これ以上レオに怖い思いさせたくないから、もう帰るわ。ああ、そうそう。今後、レオに何か言うときは、俺を通せ。勝手にレオを叱りつけるようなことがあれば、それこそ訴えてやるからな。いや、だから修理費は、だから、子供がやったことだし、許せって言ってんだよ。俺が青龍組のヤクザって、知ってるよな。これ以上やり合うって言うなら、俺も容赦しねえけど。俺は隣人がヤクザだということを、怒りのあまりに忘れていた。やり合うなんて。青龍組の幹部、全員呼び出せ。え、俺も隣人も、後ろから聞こえた声に驚いた。あやな、今の聞いていたの。俺は諦めるしかないと思っていたなんて、妻に知られるのが怖くてビビっていた。聞いていたも何も、あんたこの車、大事なんじゃないの。ヤクザだって脅されたからって、修理費もらわないなんてありえないでしょ。この車買うために、私もあんたもどれだけ苦労してきたと思ってんのよ。私だって結婚してお金がないことに申し訳ないと思っていたのよ。そうやって思いながらも、少しずつ貯めて頑張ったからこそ、この車は買えたのよ。そんな大事な車なのに、どうして黙っていられるって言うのよ。今の俺は、ヤクザだって分かってる隣人よりも、怒っている妻の方が怖かった。ごめん。俺も辛かったし、めちゃくちゃ悔しかったけど、何言っても話が通用しなくて。子供は泣き出すし、トラウマになったらどうするんだって言われるし、泣き寝入りするしかないのかなって、少し思っただけなんだよ。男のくせに育児だしね。それで、あんたは何なの？子供の面倒も見ない。その上子供がやった不祥事に謝罪もない。親失格じゃないの。てか何なのよ、子供のトラウマって。そんなものでトラウマになるような子供に育てているあんたに問題があるんじゃないの？なんだてめえ。子供がこうやって怒鳴りつけられることで、自分で何もできないようになったらどうするんだって言ってんだよ。俺の家ではダメなことしても怒鳴りつけないで見守るって決めてんだよ。俺の家の事情にイチャモンつけるなんて、どうなっても知らねえからな。てか、そこまで言えるなんて、お前らの子供はよっぽどできた子供なんだろうな。まあそうね。うちは人様に迷惑をかけるようなことはしないってことは、しっかり教えているけど。で、あんたにイチャモンをつけて何が起こるっていうのかしら。できるものならやってみなさいって感じなんだけど。まあ、
暴力でしか解決できないような底辺だって、自分で自己紹介したいってことは分かったけど。はあ？お前マジで許さねえからな。俺が本気出して、お前らが泣きついても絶対許してやらねえからな。てか、平井の孫にそんなこと言えるヤクザなんて、いないと思うけど。組長が幹部に泣きついて、私たちをどうこうしようなんて思っても、絶対手なんか貸してもらえないからね。ああ、もしかして自分一人で私たちにどうこうしようと思っていた？それならそれで、あんたのとこの幹部に直接文句つけるけど。どうしてそんなこと言い切れんだよ。お前、俺を見くびっているようだけど、俺も立派な青龍組の一員だからな。たかが一般人が幹部に文句つけたところで、俺の組がそんなことに耳を傾けるわけねえだろ。お前、ヤクザをどっかの自治会と勘違いしてんじゃねえか。そう。聞いたことないんだ。平井って名前を。あんた、そんな威張ってるけど、ただの下っ端でしょ？なんだ、平井って。そんな奴の名前、聞いたことねえから。文句つけるなんて嘘つくなら、もっとマシな嘘つけよな。俺でも幹部の人と話そうと思ったら、上の奴通さねえとならねえのに。お前みたいな奴が相手されるわけねえじゃん。嘘なんかついていないんだけど。信じられないなら、今すぐ組に連絡入れて、平井が呼んでるって言ってみな。幹部全員、慌ててここに来るからさ。まあ、そうなったら、あんたの人生終わりだけど。あやな、本当にそんなこと言って大丈夫なのかよ。おじいちゃんは今。大丈夫。ヤクザってのは恩義を忘れないものだから。妻は自信ありげにそうは言ったが、俺は心配でならなかった。なんだそれ。お前何者なんだよ。恩義って何なんだよ。そのままの意味だけど、私のおじいちゃんは、あなたたち幹部を育てた人なのよ。だから幹部たちは、その恩人である祖父に、今でも歯が立たないってわけ。あんたはその恩人の孫に、喧嘩売ってんのよ。ちょっと待ってくれよ。そういうことなら話は変わるだろう。俺、ちゃんとこの車、弁償させてもらうよ。だからこの話はなかったことにしてくれ。ほら、子供もわざとやったわけじゃないんだからさ。なあ、レオ。そうやって自分の立場が危なくなったからって、子供を出して同情してもらおうって思ってんの？バカにするのもいい加減にして。確かに子供がやったことは仕方ないことよ。私も同じ親だから少しは理解あるつもりよ。でも親のあんたがそれを言うなんてずうずうしいのよ。謝りもしないで話がなかったことになんて、そんな都合のいい話あるわけないでしょ。謝る。申し訳ありませんでした。この通りですからお願いします。大事にしないでもらえませんか。そんな形だけの謝罪なんてもういらないの。とにかく幹部を呼びなさい。話はその後よ。俺に幹部を呼ぶなんてできるわけないだろう。俺なんかのために幹部がこんなところまで足を運ぶわけもない。頼む。この通りだよ。そう、呼ばないなら私が来るように言ってあげることもできるけど、勘違いしないで。あんたのためにじゃなくて、私のために幹部は足を運ぶはずなんだから。でも、私が呼ぶ前に、さすがに自分で呼んだ方がいいんじゃない？私から連絡がかかってきたなんて、それこそ驚いてお怒りモードよ。隣人はかなり悩んでいたが、どうすることもできないならと電話をかけ始めた。
組長ですか。純也です。俺の子供が隣の家の車にいたずらをしてしまいまして、その隣の家の人が平井っていう幹部さんたちの育ての親らしくて、その俺じゃ話にならないから幹部を呼べとおっしゃっていて。どういうことだ平井って。お前そんな人を敵に回すなんてどういう神経してんだよ。お前じゃなんとか解決できないのか。そこまでお怒りになっているということか。すみません、謝罪はしたんですが、俺ではもう怒りは収まらないみたいで。お願いします、幹部の人にこちらに向かうように伝えてもらえないでしょうか。くそ、こんな忙しい時に問題を起こしやがって。とにかく幹部をそっちに向かわせる。お前はとにかく謝罪しておけ。はい、申し訳ありません。隣人は電話越しに怒鳴られ、聞こえていない俺でもその恐怖が伝わってくるほどだった。あの幹部さんたちが来てくれるそうです。幹部の人たちを呼んで一体どうするつもりなんでしょうか。どうにか穏便に済ませていただくことはできないのでしょうか。俺このままだと組にいられなくなってしまうんです。組にいられなくなったら生活もできなくなる。お願いしますよ、どうか俺の子供に免じて許してください。お父さん大丈夫？お前もちゃんと謝れ。そうじゃないと俺が、そもそもお前がこんなことをやってくれるから。隣人は息子の頭を押さえつけ、謝罪するように指示していた。子供を家に帰らせなさい。親のだらしない姿を子供に見せるわけにはいかないでしょ。確かに車をこんなことにした息子も悪いけど、私はあんたの態度に腹を立てているのよ。私が怒っている理由に子供は何も関係ないわ。そんな。ほら、君、お家に入っていなさい。妻は優しく話しかけると、息子は父親の顔色を伺いながら家に入っていった。隣人は息子のしたことだからと、息子を盾にするつもりだったのだろう。一人取り残された瞬間に、地獄を見るような顔で座り込んだ。そして、10分ほどで黒い車が到着し、見た目からしていかつい男3人が出てきた。隣人は幹部の顔を見ることもできずに、うつむいていた。この度は、この度は、うちの組員が申し訳ありませんでした。まさか、平井さんのお孫さんにこんな無礼をするなんて、どう謝罪の言葉を言えばいいかわからないくらいです。本当に申し訳ありません。幹部は隣人を見ることもなく、俺と妻の前で土下座をしてみせた。お前みたいな下っ端がこんなことやらかしやがって。俺らの面を潰すような真似をして、どうなるか分かっているんだろうな。すみません。こいつがしたことは、何をしてもお返しできないようなことです。こいつは、俺たちが責任持って始末いたします。どうか、それでこの場を収めていただくことはできないでしょうか。始末ってどうするんですか？もしかして。俺は怖くなり、恐る恐る聞いた。あなたが想像している通りです。こいつは海にでも沈めて、今後平井さんの前に現れないようにいたします。俺たちは、平井さんに一生かけても返せないほどのご恩がある身。お怒りが収まるなら、どんなことでもさせていただきます。ちょっと待ってくださいよ。俺だったらちゃんと車の弁償もしますし、これから一生かけて謝罪もさせてもらいます。弁償だけでは足りないというのであれば、慰謝料っていう形でお金を払わせていただきます。
それで、俺の命を見逃してはいただけないでしょうか。お前がそんなことする必要はないよ。平井さんからすれば、お前の顔を見るだけで腹立たしいはずだ。だからお前は消えるしかない。それが一番穏便に済む形なんだよ。そんなことくらい考えればわかるだろう。そうだ。そもそもこの世界でやっていた自覚があるなら、自分のケツは自分で拭くことが鉄則だ。 100% お前が悪いんだから、自分の体でその代償を払え。俺らはそういうやつを山ほど見てきているんだ。これがこの世界の常識ってものだよ。そんな、俺には家族もいるし子供もいるんですよ。俺がいなくなれば妻も子供も悲しむ。そんな卑劣な真似ができるって言うんですか？お願いしますよ。俺の命なんて捨てても解決しないって言ってくださいよ。そうすれば幹部の人たちも考え方を変えてくれますから。隣人は俺と妻に泣きつくように懇願してきた。安心しろ。お前の家族は俺らが責任持って何不自由のない生活をさせてやる。今回の件は、お前が平井さんの怒りに触れるようなことをしたんだからな。家族はお前のせいで貧乏生活じゃ、かわいそうだろ。平井さん、こいつの家族を支えてあげることは、許してやってくださいませんか。そうすることで、平井さんも後ろ髪引かれることなく、こいつを始末することに賛同できますよね。それは、私が決めることじゃなくて。あやな、さすがに命を奪うことを許すのはどうかしているよ。あやなもそんなことされて嬉しくないって思っているだろう。俺たちはただ車をボコボコにされただけだ。手を出されたわけでもないんだし、車を直してもらうことをちゃんと約束してもらって終わりにしよう。妻は戸惑っている様子だったが、俺が話しかけると何かを決めたのか、さっきまでの妻に戻った。てか、幹部の人たちもあんたも、勝手に話を進めないでもらっていいかしら。そもそも、私はこの人の顔を二度と見たくないなんて言った覚えないんだけど。まあ確かに、二度と見なくて済むなら、それに越したことはないわ。でもさすがに、私の発言でこの人の命を奪うってなったら、私が手を下しているのと同じじゃないの。私は極道でも何でもない。そんなことはしたいとは思わないわ。すみません。お気を悪くされたのであれば謝ります。ありがとうございます。あんなことを言ったのに助けてくださるなんて、本当にありがとうございます。隣人は、俺を見て嬉しそうに感謝をした。俺に感謝なんてされても、別にあんたを助けたかったわけじゃないから。自分たちの知っている人がいなくなられるのが嫌だっただけだ。でしたら、こいつは明日にでも家から出ていくようにさせるっていうのはどうでしょうか。そうすれば顔を合わせることもなくなりますし、そんなにも気負いせずに済むのではないでしょうか。こんなことをされておきながら、ずっと隣に住まれているってなると、平井さんがしんどいのではないかと。俺が出ていくって、この家はまだローンもありますし、それに妻も子供もいる身で、明日に引っ越すっていうのは、何日かお時間いただけないでしょうか。必ずここから引っ越しをさせていただきますので、ただ時間の猶予を。何？お前は命を失う方がマシだって言いたいのか。俺たちは別にそれでもいいんだぜ。平井さんのことを思って、そうはしないと言っているだけであって、後ででもお前を始末することなんてできるんだからな。俺たちは別にお前を始末することに躊躇はしないからな。それは、明日にでも引っ越しさせていただく方がいいです。そうだよな。命があるだけ平井さんに感謝しろ。たかが引っ越し、家族にお前から全て話して、
理解してもらえ。はい。平井さん、これでどうでしょうか。こいつもそれで納得したことですし、これで怒りを鎮めていただくことはできるでしょうか。そうね。それならそうしてもらおうかしら。ヤクザだって脅すような人が隣に住んでいるのも怖いからね。それで、こいつは引っ越すだけで終わりなんて言わないわよね。私たちはこいつにヤクザだって脅されたのよ。それなのに引っ越しするだけで終わりなんてね。と言いますと、何がお望みでしょうか。俺たちにできることがあれば何でもします。ですから何なりと言ってください。この人を組から排除してちょうだい。もう二度とヤクザだって誰かを脅すことがないようにね。今回は私が相手だったからよかったものの、普通の人なら何をされても泣き寝入りしなくちゃいけないところだったのよ。今後そんなことが起きることを想像できるなら、今私がどうにかしないといけないと思わない？ねえ、ユマ。それには俺も賛成だな。自分の肩書きを使って悪用するような人間は、どうせこれからも同じようなことをするだろう。組を破門にされたら、家族と共に路頭に迷うことになる。それは勘弁してくれないか。そうなったら、車の修理費だって払えないことになるんだ。あんたたちもそんなことになれば困るだろう。お願いします。組から排除させるっていうのは取りやめてください。そんなの、闇金にでも手を出せばいくらでも貸してもらえるわ。自分で借りて、仕事も見つけて、どうにかすることね。まあ、きっと家族に見放されることになるとは思うけど。それはそれで、あんたがしたことなんだから、ちゃんと反省することね。平井さんのお気持ちは、よくわかりました。私たちができることは精一杯させていただきます。こいつは破門、そして修理費もちゃんと支払わせます。その上で、俺たちが新しい車をご用意させていただきます。一度傷がついた車は価値が下がります。今回は俺たちの監督責任でもありますので、本当に欲しい車をお値段気にせずおっしゃってください。本当にそんなこといいんですか？言っておきますが、俺が欲しい車なんてこの車の倍以上の値段はしますよ。きっと怖い思いもされたと思いますので、こちらからの気持ちです。ユーマ、これで今回のことは水に流すってことで大丈夫かな？大丈夫も何も、俺からすればありがたい話だよ。こうして次の日、隣人は父親のみが家から出ていくことになった。組から破門され、借金まで作り、子供にバカなことを教えたことまで奥さんにバレてしまい、妻が予言していたように見捨てられたそうだ。借金だけが残り、孤独な生活をしていると思われる元隣人は、行方がわからない状態になっている。あやな、今回はありがとう。あやなのおかげで本当に欲しかった車も手に入って、俺は正直夢かって思うほどだよ。そんな大げさだよ。でも、正しい人が泣くようなことになるのは耐えられなかったからさ。これもユーマの努力し続けた姿を見てきたからかな。あのさ、俺がこんなこと言うのもなんだけど。ん？あやなのおじいちゃんに会いに行くっていうのはどうかな。ほら、あれから随分と会っていないじゃない。今回の件だって、あやなのおじいちゃんが守ってくれたって言ってもいいくらいだしさ。たとえ話ができなくても、顔を見てお礼を言おうよ。妻は小さい頃から、おじいちゃんが大好きな子だった。けれど5年前、大好きなおじいちゃんが寝たきりになってしまって、妻はおじいちゃんの話すらしないようになった。俺も最初は、どう妻に声をかければいいかわからずにいた。無理に会いに行かせるのも良くないと思い、見守っていたが、今回のことで会える時に会っておいた方がいいと思ったのだ。でも、おじいちゃんに話しかけても、おじいちゃんはもう、わかってる。
でもきっとこのままいても後悔すると思うんだよ。俺も隣にいるからさ、一緒に顔を見に行こう。妻はためらってはいたものの、少し考えてうなずいた。こうして休日におじいちゃんに会いに行くことになったのだ。おじいさん、お久しぶりです。この間、おじいさんのおかげで俺たち救われたってことがあったんですよ。初めておじいさんに会った時は怖い人だなぁなんて思っていましたけど、今では感謝しています。俺は妻ができる限り悲しくならないように笑顔でおじいさんに話しかけた。おじいちゃん、会いに来ないでごめんね。本当はおじいちゃんに会いたくて会いたくて仕方なかったんだよ。でも会うのが怖くてさ、これが最後かもしれないって思えば思うほど会いに行くのが辛くてさ。でもこれからは会いに来るから。おじいちゃん、長生きしてくれてありがとうね。妻は泣きながらおじいさんに話しかけ手を握ると、おじいさんは奇跡的に手を握り返してくれたようで、喜びながらも涙を流し続けていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。